何それこいつ、何だよそれ、ああ、
本当に大石選手も気づけば40歳という年齢になり、キャリアもベテランの枠に入ってまいりました。まあ確かに大きな、本当に大きな戦い、タイトル戦線というもの、経験は豊富ではありません。今40歳、今やっぱりこう上からも下からも突き上げられ、上から抑えられ、中間管理職のところですね。なるほど、一番厳しい立場、はい、まあ確かに遠藤のような、まあ、若い世代というものがこれ、まあ、目立ってくるというのは、小林さん、やっぱ団体にとってはいいことではありますか？いや、団体にとってはもういいことです、ええ、もうこの間 の丸藤との試合も、はい、本当に素晴らしい試合です。あれは素晴らしかったですね、はい、だからああいう一戦一戦でこう自信をつけてきてるっていうのはもう若い選手ならではですよね、はい、一つ試合を経験することでもうすぐ伸びるっていうんですかね、伸び方が違いますよね。で、あの試合ですごい多くのものを吸収したと思うんですけど、はい、丸内戦でもうそれがすぐ形になってるっていうのはすごいですよね。それは若さですよね。それこそ若さです。まあ、あと肉体も見ても分かるように、まあ、トップを取るために必要なことを一つ一つ積み重ねていったということが、このチャンピオン遠藤哲也は外見からも見て取れます。そうですね、日頃の努力というのはやっぱり見て取れますね。小林さんから見てもこの遠藤選手の肉体というのはそう簡単に作れるものではない。いや、作れない、作れないです、はい、もう24時間これトレーニングから食事管理からやってると作れるものなんですよね。さあ、でもチャレンジャーの大石誠、いくら団体にとってはプラスであったとしても、プロレスラー、一プロレスラーとして道を譲るというのはまた違いますからね。そうですね、チャンスが巡ってきたら遠藤選手からしたら余計に歯がゆいんじゃないですか。こうその今のところにとどまっている大石選手を見てるというのが、あ、なるほど、もっと来いよと、上に上がってこいよという思いがあって、はい、まあ、遠藤選手がおそらくまだ若手の頃、新人の頃、まあ、大石選手に稽古をさせてもらったことがたくさんあるでしょう。そうですよね、プロレスラーというのはやっぱそういうもので、一度はこの華やかなリングの上でそういった立場の先輩レスラーとシングルマッチ戦いたいとかあるでしょうか。う、先輩を超えていかなくてはいけないんですけども、その先輩がなんかとどまってるっていうんですかね、止まってるともっと来てくれよと、もっと上がってこいよという思いもあります。もしそういうチャンスが巡ってくるのであれば戦いたいと。そうですね、まあ、でも大石誠にしてみればそんな遠藤の気持ちは感じているかもしれませんが、だからといってこれを記念の試合、思い出の試合にするつもりはさらさらありません。もうパワーありますね、遠藤哲也、さすがです。これパワーボムに行くと思ったらバックブリーカーでしたね。これは思いがけないですね、ちょっとディフェンスできないですよね。まあ、大石選手が、まあ、一回ぐらい、まあ、体格が小さいので、遠藤にしてみればチャンピオンにしてればその大石の体をコントロールするのはたやすいことです。そして余裕のあるこのサスケスペシャル、最後のバク転の時伸びがありましたね。もともとこの体操選手だったので、あ、そうなんですね、遠藤選手は、まあ、そこからそのキャリアを始めました。だからいわゆる格闘技のキャリアというものはないままこのプロレスを始めて、すごくやっぱ苦労はしたんですよね。それだからこれだけの肉体を作ろうという固い意志を持って取り組んでるんでしょうね。そうでしょうね、やっぱりこう、本当にそういう柔道でやったりレスリングでやったりとか、そういう選手に負けたくないという思いがこういう体を作らしてるんじゃないですかね。でもちょっと本当、小林さん、20年前の丸内選手見てるかと思いません？そうです ね、動きとかすごい、ちょっとびっくりしました。あとは遠藤哲也のキャリアにおいて大きなターニングポイントとなったのはカリスマ佐々木大輔との出会いです。まあ、本当に真面目一辺倒、朴突な青年という感じだった遠藤哲也に、そこに革命が起きました。それでも遠藤哲也にとっては KOD 無差別級のベルトは遠かった。
届きそうで届かなかった。しかしそのチャンス、千載一遇のチャンスがニューヨークで訪れたのです。まさかあそこで使うとは誰も思わなかったですよね、はい、しかも同じユニット同士、ユニット同士ですからね。重いチョップです。さあ徐々にチャンピオンのペース構築していってますが、大石選手はキャリアに裏打ちされた頭を使ったレスリングで遠藤哲也に対抗すると予告していました。確かに今のところチャンピオン正面から来てますからね。これどういうインサイドワークで腰ちょっと腰へ徹底攻撃、自社式バックブリーカー、まあ、長年の戦いの中でさまざまなダメージが肉体に蓄積されているでしょう、大石誠。あのパワーボームからのバックフリーカーがちょっと効いてるかもしれないですね。やっぱああいう技っていうのは結構尾を引くもんなんですか。そうですね、ダメージは大きいと思いますよ、はい。まあ、レスラーはよくその戦いながらダメージを回復していくという、はい、到底考えられないようなことをするらしいですね。小橋選手その典型でしたからね。いやもう回復していくんですよ、ね、回復していくっていうかもう体がそうなっていくんですよ、はい。まあ、アドレナリンも出ますし、もちろんあのファンのみんなの応援がやっぱり力になるんですよね。今もおいしいとか飛んでるそういう声がこうダメージを少なくしていくっていう。で試合が終わった後いろんな体が痛くなってくるなんてことはよくあったんじゃないでしょうか。ありますね。でも本当にねこれはね不思議なもんなんですね。本当に応援っていうのは本当に力が増えます。でもその応援に関してはですね、チャンピオンの遠藤哲也選手が、まあ、この後楽園ホール大会で大石誠がですねチャレンジすればみんな大石のことを応援するだろうと、後楽園がいい雰囲気になるんじゃないの、まあ、これもちょっと見下した発言なんですけどね。はい、あ、すみません、少しずつ勝機が見てきました、見えてきましたね。攻められながら攻められながら、そうですね、まあ、致命的なものはまだもらってないとは思うんですが、でもどこかで大石は細かくねやっぱその攻撃を積み重ねていかなければいけません。場外ですね、これは意図的に大石が場外に落としました。感じが強いですね。さあこれ大石誠も飛び技には定評がありましたが、新世代のハイフライヤーの中に埋もれていく中、まずはプレス、あー、決した。パワーありますね。ありますね。おお、 DDT 力を利用していきました大石です。小林さん、あのプランチャーをキャッチするっていうのは、いや本当にこう勢いのあるものじゃないんですが、人間ですからね。なるほど、人間をキャッチするっていうのはなかなか難しいんですよ。しかも飛んでくるものですからね、勢いありますからね。さあそして場外で今度はラフ、ラフファイトに移っていきます。たとえ体重が軽いって言ってもやっぱり勢いがあるっていう、人間が飛んでくるんですからね。まあ、しかも体のほとんどが筋肉で構成されているこのねプロレスラーの体で、そうですね、考えましたね。後楽園ホールの構造をうまく利用しました。実際の体格がないっていうのも利用してますよね。体格がないからダメージをどう与えるかっていうことを考えている。この後楽園ホールの南側の、ね、これ鉄板ですもんね、はい、はあ、意外に膝をぶつけると痛いですからね。よくね、柵になってる部分を外して凶器に使おうとしますが、あれプロレスラーでも結構重いらしいですね。重いですね。僕は凶器使ったことないんですけど、はい、重い、持ったことありますよ、もちろん重いですよね。おっと、スイング DDT をギリギリのところで回避して、ああこれは返せなかった。あれも紙一重ですよね。あれ首クラッチされたのが抜けるほどちょっと大変なことになりますからね。そうですね、ですよね、はい。大石はやっぱこういうカウンター技に活路を見出そうとしているようです。
遠藤、チャンピオンの力をうまく利用していきます。さあミラクルエクスタシーを狙っていく。これはコードブレーカーでディフェンスです。ちょっと仕掛けが早かったか大石。でもこれももしかするとその大石誠の罠かもしれません。かわず掛けと見せかけておいて前に落とす。そしてネックロック。もっと攻めていかないとダメですよ、チャレンジャーの。あ、そうですか。チャレンジャーもっともっと積極的に、もっと積極的に自分のペースに持っていかないとダメですよ。まだペースは動いてないですか。動いてないです。こうなりながらまだ遠藤選手が試合をなんかまだ冷静に確かに余裕がないというところまでは追い詰められてないですね。そうですね。ボディースラムをしつこく、これネックロック。これ小林さん言われてこの原理を使った。いいですね、こういう攻撃はいいと思いますよ。まあ、60分一本勝負で時間はたっぷりありますから、はい、もしかすると大石選手はこういうもっと時間を使ってじわりじわりと、じわりじわりと、じわりと、しつこくし。対する遠藤哲也の方はチャンピオンは一発の強さを持っています。あ、いいですね、こういう攻め。そう、こういうしつこい攻撃っていうのはもうスタミナを消耗させますからね。小林さんは現役時代やっぱこういうそのねちっこいレスラー何度となく対戦経験あると思うんですが。そうです、僕もねちっこく行きましたね、大きい外国人レスラー対して。確かにヘッドロックをずっとしてみたい。まあまあもうね、平塚さん、小林さんとねちっこいってイメージあんまないですよね。でもね、確かにウィリアムスとアンセンとかやって序盤はかなり長いグラムでしたよね、はい、サイドヘッドロックでひたすら締め上げるとかやられてましたもんね、はい、でもバックドロップが得意なスティーブ・ウィリアムスに対してもヘッドロックで攻めていったっていうのは、それだけ自分 そのヘッドロックに自信があるっていうこともありますけど、やっぱりスタミナをロスさせるという、ロスさせるという、はい、狙いもありましたね。ということはこの大石選手のこういう攻めっていうのは今のこのまだ15分、はい、何回でまだ有効だということ。いやでももう終わってるじゃないですか。本当だ、はい、まだやっぱりもうちょっとやって続けた方がいい。まだまだでね、チャンピオンのこの表情見ると余裕があります、ね、ありますね。大石誠が何を狙ってきても全部想定内だと言わんばかりに、まるで大石誠にチャレンジャーに好きなことをやらしてるかのようなチャンピオンの遠藤哲也です。なんだ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 、これは危険だぞ危険だぞ、危ない危ない、あチャンスチャンス、いった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 ぞ。膝が壊れる、膝が鉄中に行きましたかね。両膝ですね。これは考えました、考えましたね。さっきのね、場外での鉄板といい、その後楽園ホールの構造やリングの構造を最大限に利用して大石誠がチャンピオンを追い詰めようとしています。脂肪が見えてますね。こういう積み重ね、細かい積み重ねを、それこそ天高く積み上げることによって、その腰に KOD 無差別級のベルトを巻こうというのか大石誠。これがつながればね、とにかく大石が徹底的にこれをもう付け入る隙も与えずに組み立てることができれば、そうですね、どんどんいかないです。どんどんこういうねちっこい攻撃でも、いわゆるどんどんですね、はいはい、ねちっこくねちっこくどんどんいく、もう膝一点でいいですよね。そうですね。さあこれ鉄柱を使った足の足固め、まあこれも反則ではありますが定番の膝殺し技です。これ小林さん、やっぱ鉄柱が挟まることによって、はい、よく小川義成選手はやってましたね。やってますね。めっちゃ濃いですかね。さあそうするとトップコーナー、まだおお、いいですね、膝裏への低空ドロップキック、これは危険な一発です。あ、すぐにロープに入れました。嫌なんですね、効いてるんでしょうね。
嫌がってるからもっといかないといけない、うん、まあ、遠藤選手、まあ、インパクトやこのシューズから、まあ、その膝へのテーピングというものは見受けられないんで、まだその膝というものはフレッシュなんでしょうけども、まあ、飛び技を使うだけにね、膝のバレーへの負担というのは大きいと思うんですよね。そうですね、まあ、翼もられるようなもんですよね。そこを狙えるのは嫌でしょう。なんか、お、あ、今度は膝のこの膝前に蹴り渡り、あー、またミラクルエクスタシー、カウント2と思ったら、あ、いいですね、このレッツ、声膝十字固めですね。そうですよ、考えてみれば大石選手はもともとサンボの選手です。ロシアの柔道サンボの選手、最初はサンボ大石という名前でプロレスラーデビューしました。だ、こういった密着技というものはお手の物です。目覚めたんでしょうかね、サンボ大石時代のやっぱ封印を解きましたね。叩くか叩くか、タップをすれば即タイトル移動です。これがもう小林さんの言う徹底的なねちっこさですね。そうですね、もうもっとここからねちっこってほしいですね。ここからまたここで今遠藤はやっと逃げられたと思うんですが、もう一回引きずり込みたい。そうです、そうです、もうここチャンスですよね。チャンスです、勝負息吹ですね。チャンピオンとしてはもう永遠に終わらないのではないかという苦しみが、苦しみをですね、大石が与える必要があります。まだ狙っているぞ、トップロープを使ったスタナーです。首にダメージを与えました。さあ遠藤はでも痛む膝をものともせず止めますかね、この状況で。あー、危ない、ちょっとブレた、ブレましたが、よく片足で取りましたね。いいですね、片足で取りましたね、片足で取りましたね。すごいボディバランスですね。あー、すごいですね、パワーあります。インサイドクレードル、首固め、おー、ニアフォールです。そしてあー、もう一度、あ、これ伸ばしましたか、伸ばしましたね。これ、ごめんなさい、膝を伸ばす、伸ばす、はい、そして叩きつける、これはサイドの、膝のサイドの、これはもう歌舞伎さんがよくやってた、歌舞伎さんとか富士さんとかよくやってた攻撃ですよ。確かに大石選手もね、過去の試合とかをたくさん見て本当にプロレスを研究してましたから。さあ来たー、トルネードクラッチが返された。そしてゆりかもめ、変形のゆりかもめです。さあこれは厳しいですね。これ遠藤としては多分絶対トルネードクラッチ狙ってくるって分かってたんでしょうね。ただ今足が痛くて遠藤選手はまだ、なるほど、確実にクラッチできてます。ああ、そうですね。ああ、これはやばい。おお、潰された。遠藤が潰された。テイクドロップキック。足ダメージあるから、もう行ってこいですよ、大石選手は。さあ、ビクトル式。うわ、持ち上げられる。あ、これがあるとまずい、これがあるとまずい。ああ、まあ、そっからトーチャーラック。トーチャーラック部分に持っていくのか。大石が腕を掴んだ。やっぱり膝はダメージあるんですかね、踏ん張らなかったんですかね。改めてもう一度、もう一度、もう一度、遠藤がこれを防ぐバック一着地。さあどうする、どうする、ハンドスプリング、あー、キャッチされた。これぞ大石の無限地獄、膝殺し無限地獄、終わらない旅。いや、いわゆるそんな本当大きな技っていうのは限定されてるんですが、大石がラッサ全開にいっています。足をリバースインディアンに固めて打ち上げた。いや、でもこの一連の攻撃素晴らしいですね。
いや完全に大石誠がですね覚醒した。覚醒というかもうそうですね、全ての引き出しを上げてますね。自身がこの長いキャリアの中で築き上げてきた全てのテクニック、全ての経験をフル動員しています。いいんじゃないですか。グランドクロス脈、これ小林さん、遠藤厳しいですね。厳しいですね。こう攻撃を変えそうにするんですけど、さっき蹴りにしても上がってないですもんね。足にダメージがあって、サイド攻撃が、いつものエンドではないですよね。ないですね。技が中途半端になってますよね。ああ、これはいけません。ダメーションのメンバーが慌ててエプロンに入ってきた。まあでもこれも想定された事態だと思いま す, です、ね、やっぱ相手はダミネーションですからね。連携のこのグランドクロスヤクの方は外れてしまいましたが、まだ大石誠をチャンピオンを押しています。さあ出るか、いけるのか、トップコーナーから絶品。まだまだ大石は絶品の飛び技を見せます。ブレてなかったですね。やっぱ腰にはダメージありますね。それを引きずりながらも勝ちに向かって、ベルトに向かって大石一つ一つ確実に歩みを進めています。さあ本人もダメージはあるんですけど、ここ中に入れて勝負してほしいですね。なるほど、なるほど。遠藤選手を中に入れて、ちょっと余裕を見せてる大石ですが、ここは自分の体力も回復しようとしてるんでしょうか。そうですね、結構ダメージのありますよ、大石選手。大石選手は、はい、まあ、攻めるだけでも体力使いますからね。体が小さいんで、はい、大きい相手を、自分より大きい相手を攻めるっていう時は体力がいいんですよ、予想以上で。エンダー、お、場外カウントが17、場外カウントは20まで。あー、ちょっと膝の痛みでまともに立ち上がることができないか。ギリギリ戻ってきました。さあ、この後の大石誠の勝利の方程式はどんなものなのか。もう逃がしてくれないですか。ヘッドバット、大石誠がこの KOD 無差別級の歴史の中で、平成の歴史の中で平成最後の無差別級チャンピオンとなるのか。大石、その大石のレスリング中毒の前に、遠藤哲也時代は1ヶ月も持たずに幕を閉じてしまうのか。この打ち合いはどうなのか。体格の差がある分、打撃はチャンピオンに分があるように見えますが、もう意地の張り合いだけですね。ここは小林さん、やっぱもう打ち合いになってしまいますね。そうですね、大石選手としては先輩としての意地でやっぱり堂々と受け立つというか、これはもう、これはもう逃げられない、透かせない。そうですね、ここに変化球を投げてきます。膝頭へのソバット、この流れに戻した方がいいですね。そうですね、そうですね、そうなんですよ。打ち合いやる、打ち合いにチャンピオンを集中させて、そう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 、膝を攻めると。手玉に取っています。先輩としての大石誠が後輩ですら遠藤哲也をキャリアで手玉に取っています。来い、覚悟しろよ。オーケーコーラ、大石誠のやり方を熟知した上で、読んだ上で
罠を張りました遠藤哲也。一発の破壊力はチャンピオンありますからね。そうですね、ちょっと余裕を持ちすぎたんですかね。もったいなかったな、今もったいなかったですね。今チャンスだったんですけどね。丁寧に丁寧に積み上げた、ガッガラガラッと崩れましたね。一気に逆転ですよね。ダウンを取られています。分かんないですけど、これ死んだふり、あ、まだまだ行きますね。行きましたね、狙ってましたね。まだ行きます。まだ投手は残っています。おお、アウンです。アウンからまさか出るのか。モダンタイム戦、朝日しおり、カウントは2。おー、ディーノだ。大石誠の歴史が今彼の体に宿っている。そういうことなんですね。全てのパートナーを自身に宿して。しかし上げさせない遠藤哲也。さあ、この試合からですね、ゲスト解説には大石誠選手にお越しいただきました。どうも、大石誠です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、大石選手もこの遠藤選手のタイトルに先月挑戦してね、はい、お、あれ、あれ、あれ、ちょっと、待って、いつでもどこでも挑戦権行使を予告していた頑張れプロレスの石井が、疲れた相手に勝って取っても意味がないんだよ。今から使うということですか。今使うぞ。いやわかりました。ルールとしては大丈夫なんですが、ただいまに KOD 無差別級タイトルマッチ開催いたします。
でもこれ終わっても坂口選手にとっては怒ってますよ、怒ってますよ、怒ってますね、怒ってますよ。ええ頑張るよってことなんですかね。おろろ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 ろ、ここは男に見せましたね、坂口選手。本当ですね。でも試合前に一度も使うってなかなかないですよね。僕初めて見た気がするんですけど。私も初めてです、ね。試合前の、あらららららなんと第5試合に KOD 無差別級選手権試合が始まってしまいます。石井圭介出たー。ガンプロファンも今日石井が来るということを見越して待ち構えていましたね。待ち構えてましたね。まさかこのタイミングで来るとは思わなかったと思います。逆にこれ坂口選手は前哨戦やらないことで決戦への投資っていうのがより高まったんじゃないですかね。まあ、あくまでも坂口選手は次期 KOD 無差別級挑戦者なので、はいはいはい、その松屋マニアの時点でチャンピオンが誰かっていうのは一読がある限りは確かに不確定ではあったんですよ。そうですね、いやいやいや、さあということで注目のですね KOD 無差別級選手権試合始まります。さあ皆さん、アベマ TV では視聴者の皆様が番組サポーターになれる応援機能を新たに追加いたしました。あの黄色い応援するボタンから確認することができます。この KOD 無差別級選手権試合を応援して一緒に盛り上げていきましょう。いや、大石選手もまさか KOD 無差別級の解説をすることになるとは。本当ですね。普通にタッグマッチの気持ちで来たの、ね。まあ、でもどうですか、まあ、実際に肌を合わせて今のチャンピオン、はい、遠藤哲也、はい、いや、かなりね、大石選手も頭を使ってですね、そうですね、追い込んだと思うんですが、はい、思った以上に深いチャンピオンになってましたね。なんか懐が深くなった、はい、深くなりましたね。昔は今の最近石井がフィニッシュを使っているサブミッションですね、はい、今狙ってきましたね、すぐ。で対するこのガンバレプロレス今所属のですね、はい、石井選手は、まあ、どういった選手どうですかね、このタイミングで使うというのは。やっぱなんか石井ちゃんなりにまっすぐの使い方ですよね。あ、僕だったら絶対試合後使うのに、はい、大石さんだったら間違いない、はい、試合後に使いますね。まあ、確かに相手がね疲れている、まあ、いつでもとことも挑戦権の強みってそこじゃないですか、はいはいはい、自分が有利な状況でね。そうですね、遠藤選手がチャンピオンになったのもそうですけどね。そうですね、ニューヨークでした。さあ、見事です。このサスケスペシャルもね、世界一ですね。そうですね、シューティングスタープレスも僕は世界一と呼んでますけど、飛んだ時のですね、トップロープのこのそうさらに遥か上を飛んでますよね、はい、多分ロープが4本あっても飛んできますね。飛べますね、はい、でもある程度想定はしてたんでしょうね、まあ、前回の後楽園で挑戦表明してきたから来るんだろうなという準備は、まあ、少なからずあったでしょうね。したと思います。でもまさかこのタイミングで、まさか終わ来るなら終わった後に来るだろうと、はい、これどうなんでしょうね、このタイトルマッチが終わった場合となると、もし石井選手が勝つと新チャンピオンになるわけじゃないですか、はいはいはい、となると松山の大会は石井圭介対坂口幸男になるということですね。となるとどうなんでしょう、タッグマッチがそのまま行われるかどうかということも含めてですね。まあでも行うは行うんじゃないですか、もともと決まってたタッグマッチなんで、はい、これ決勝戦前にこういうタイトル戦が組まれるってことは決勝に出る2人も少なからず精神的なちょっとそうです、ね、動揺はあるでしょうね。今成がセコンドについてるんですか。ああ、そうだ、やっぱ頑張れプロレスですね。あ、大岡健も来ていますよ。来てましたね。ということはもう頑張れプロレス団体総出で、そうですね、取りに行ってますね、はい、まあでもね、高尾相馬選手がですね今回決勝戦に進出ですよ。KOD トーナメント、あと一つ勝つことができれば無差別に挑戦できますけども、その歴史を考えたらですね、高尾相馬が決勝に行くこの日に石井圭介がタイトルに挑戦というのはですね、大石選手、そうですね、若手世代、そうです、若手通信世代ですね、しかもチームドリフ、
で場合によってはですよ、まだまだ先の可能性ですが、ここで石井選手が取って、松山で石井選手が防衛して、まあ、高木三四郎がどこで使ってくるかは分かりませんけども、まあ、それも防衛して高尾選手が優勝すれば石井圭介対高尾相馬と、これはドラマチックですね。まあ、多分そういうシチュエーションを求めてるね、やっぱりあの長きにわたって応援してる DDT ファン、たまらないものがあるでしょうからね。まあでもそんな出しに使われる気持ちはさらさらない遠藤達也です。若津の下世代、はい、遠藤で決勝戦でやるのも若津の下世代の竹下でもいますからね、はい。まあ、そんなね、今の2019年の DDT を象徴するようなシチュエーション、後楽園ホール大会、まあ、そこに大人気なく割って入る高木三四郎というね。素晴らしいですね。その先ほどの社長の姑息なあの防衛を見た後に石井選手のこの戦い方を見ると非常に心が洗われるような。そうですね、まあ、まっすぐはいいですね。いいですね。まあでもね、石井選手はですね、本当試合中では何をしてくるかわからない破天荒さを持ってますんで、まあ、スマートに戦う遠藤哲也がこの石井のペースに飲み込まれるとベルトの行方わからなくなってきます。まあでも遠藤哲也も今回の無差別競技キャリア初体感となります。短命王者には終わりたくありません。お手本のようなフランケンシュタイナーでしたね。頭からぶっ刺されました。あれでも技が美しいですね。本当にそれぞれのこだわりの技を持っていて、それを正確に放っていきます。一発一発のでも破壊力だと石井圭介の方が上かもしれません。顔面蹴り、ジャンピングハイキックです。すぐに追い打ちをかけていきます。石井が石井もこの場外得意ですからね。そしてデンジャラスですよね、はい、ほら中でやってる。あー来ましたよ。このマットのない高額のホールの硬い硬いフロアの上に椅子に行く。椅子にも行きますか。こういうことを全く躊躇しない、恐れないのが石井選手の強みです。違う、なんか違うところに当てますね。なんだなんだ、いや一分、これは嫌な予感がします。あーバックに着地、非常にデンジャラスな香りがする中、危ない。おお普通投げられますからなとこ躊躇なく、しかもそれはエスケープしましたからね。おあーあー場外でトーチャーラックボムを狙いましたが、このね、後楽園ホールの南側を隔てるこの柵ってものすごい硬い鋼鉄なんですよね。硬いし重いし、曲がったの見たことないですからね。そうですね、見た目以上にダメージがあります、はい、僕も先月あそこ使って攻撃しましたけどね、はい、やりましたね、はい、すごい音しましたよ、はい、後楽園のあの鉄柵と WWE の階段って世界で総合記録を上記されたって言われて、そうです、そうだったんですか、言われてますね。でもやっぱりあれは大石選手もやっぱ後楽園ホールの構造を知り尽くしているだけに、そうですね、使えると、あれは使えると思いましたね。ちょっと挑戦者ペースですね。完全に急に変わりましたね、やっぱ場外で完全にペース使いましたしね、まあ、非常に石井選手もね精神力は強いですから、ダブルアーム、ここから高角度の DDT があります。ショルダースルーも、もう一度、なんだ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 、こう丸め込んでいきます。そしてゆりかまめ、そういうことか。このゆりかまめも大石選手も相当絞られましたからね、しんどかったです。ここからもう一段階いきますからね、しかも石井多分ねこういうの苦手なんですよ、体硬いんで。あ、そうなんですか、はい、ということは石井選手としてはなるべくサブミッションを決められたくない、はい、この多分肩回りっていうんですか、はい、確か硬かった気がするんですよね。
さあちょっと形が崩れましたが、今度はクロスでグリップを変えて、変えてきましたね、もう一段階行きましたね、また行く、また行く、さあオリジナル の、 佐野さんがよくこうグリップの変えるのをやってましたね、はい、でもこれ石は動かなきゃダメですね、ちょっとそうですね、これはしんどいですね、あーサードロープです、いやでも結構ダメージありますよね、あチャンピオンに余裕の表情が少し戻ってまいりました、立ち上がるのを待って立体的な技を狙っていくのでしょう遠藤哲也、さあ来ますよ軽々とスワンダイブ、これを避けていく、加速をつけてショルダースルー、これよく見ていた、ココナッツクラッシュですね、お、まあ遠藤選手はハイフライだけではありません、パワーもあります、この肉体はね、ちょっとやそっとして鍛えられないですよね、糖質制限とか入ってる場合じゃないですよね、高木社長は糖質制限とね、あのイータイムフィットネスですよね、遠藤選手はそれ以上のことやってますからね、そうですね、徹底した食事管理と相当な練習量がないとこれだけの感じですけど、これ今コーナーパッドではなくロープ行ってましたね、ですね、これ逆に痛いんですよ、はい、これは逆にあの面積が当たり面積が狭いんでね、僕も前これ食らってスワンダイブのフォアアームです、痛かったな、まあ、ロープを真ん中返した、ロープはね鋼鉄のワイヤーを硬いゴムでね、はいはい、コーティングしてるだけですからね、棒の上に叩きつけられると思うんですよね、前哨戦であれくらってふくらはぎがちぎれるかと思いましたね、あここで精神的優位に立つ遠藤哲也です、相手の神経を逆らでしていきま す、 ダすこれダメですね、ダメですか、これダメですね、石が石の目で変わってきました、はい、まあ、リング上には挑発していい相手と、はい、よくないダメですよ、ほらもう、うん、本当だこれダメですよ、石にそんなことしてダメですよ、あー厳しい、切れると本当にね、はい、何をしてくるか分かりません、ドリフはね切れたら怖いで有名なんですよ、2人とも3人ともですけど、ドリフが切れたらこうやって、はい、石井選手、高尾選手、入江選手、はい、切れさせちゃいけない相手、ダメです、ダメです、いかに冷静に倒すかです、なんかほら、なんか何これ、あー来ますね、このね、リングのいわゆる金具ですね、ターンバックに頭、はい、ロープのテンションをつけているあの金具の部分に DDT を打ち込みました、まだなんか狙ってますね、なんだ後ろ、ジャーマン、なんだこの表情になったときの石井は本当に危険です、これは食らいたくない、これはどうする、どうする、石井は投げたい、投げられたくない、遠藤踏ん張ってますね、ああさすがの軽渡し、こういうところありますね、すっごいタックを取って、いや耐えますが無理やり持っていった、強引に持ってきましたよ、この石井啓生の突破力、鋼の遠藤哲也を破壊するでしょうか、僕らが考えつかないようなあのナチュラルなパワーがあるんですよ、石井ちゃんはもうあの多分プロレスごっこで鍛えた、そうですね、オーバーヘッド、これも脳天を捉えた、そして今何よりも石井啓生には頑張れプロレスに対する熱い熱い思いがあります、さあ頑張れプロレスに KOD 無差別級のベルトを持ち帰ることができるか、昔全日本プロレスの担当だった僕より全日本で歴史について詳しいですからね、この人、そうですよ、はい、あの全日本プロレスの歩くデータ本当ですよね、でそれだけあの全日本プロレスの四天王時代のデンジャラス技全部インプットされてますから、そうです、ああこれあーハーブネルソン、ハーブネルソン、いやスタナー、遠藤がカウンターを打っていきますが、さあ得意の膝、おお掴まれた、今鼻面に、はい、これチャンピオンになったからよく使う鼻面に続きですね、これは喧嘩技ですよね、はい、さあ改めて強引に
パワーボール、あーシットダウンでいきました。すごい角度、カウンター2。いや、やっぱチャンピオン余裕あるな。ありますね。ハンドスプリングオーバーヘッド、これも顔面を捉えた。正確無比な遠藤哲也の技の数々、石井に襲いかかる。ポーチャーラック、ナイス、一瞬部屋掴んで、はい、おそこからなんだ。さあ、今すごい嫌な角度から決めてますね、顔面。あ、でも盛り上げ起きた。フライングメイヤーの掛け合いです。それを背筋力で上げて、ファイナルカット、ファイナルカット決まるか。おぉ、カウント2です。カズ林直伝のファイナルカット。そうですね、石井選手も全日本のね参戦の歴史があります。そこで多くのことを学びました。なんだ、なんだ、おお、腕をロックして、これはこれは勝てないでしょ。ものすごい石井ドリラー。おお、キャリーなんか飛ばせないつもりでしたね、今。そうですね、腕のカバーを防ぎました。殺人技ですよ、本当に。あー、これ狙ってますね。あ、一撃必殺ニールキックですよ。ですね、石井の代名詞。これはやばい。あー、ニールキックをエルボーでギリギリ、ギリギリ、バリアスト。おー、あー、徹夜インタスカイ。遠藤選手、相手の攻撃よく見てますね。見てますね。ジャーマンも半分ぐらいは回転してスキープしてますもんね。ですね、はい、よっぽどね、やっぱりね、遠藤選手は弱らせない。はい、もう二の手三の手先を読んで戦ってますね。いや、でも遠藤も動けてないですね、やっぱり。結構さっきの徹夜インザスカイで使い尽くした感はありますよ。ということは石井がここでまた何か予想を上回る大きな技を遠藤に食らわせば、これ完全に遠藤哲也の余裕の表情。もうエルボーも力入ってないですからね。あー、しかもこの打撃戦は石井得意とするところですよ。ですね。さあ、遠藤もこのエルボー合戦に応えていく。ふらついてる石井。あ、ついぎりやり返す。あー、オーバーヘッドを避けて、タイガースブレックスですね。今の、いや、ほぼ3でしたよ、ね、だがまだニールキックは決まっていない。遠藤哲也もニールキックは徹底的にディフェンスしてるか。なんだこの体勢から、今度は手をクロスにして、動きが取れない石井圭介。あー、顔面、これ地味にきついんですよ。あー、出た、往復して、おー、つま先ハンドスプリング、オーバーヘッド、トーキック。いや、あのタイガーを食らって遠藤が火がつきました。畳みかけるトーチャーラックボム、手応えあり。おー、ガンプのパワーだ。飛びますかね。ガンプのパワーで石井が耐え切るが、遠藤は決めにかかる。なんだ。さあ、前を向いた。これは世界一のシューティングスターが石井を襲うか。シューティングスター。パーフェクト。プレス。いやー、美しい。さあ、これは返せない。遠藤哲也防衛。Thank you.
お気をつけください。お下がりください。
ダブルダウン。ワン。ツー。よ。スリー。大変だ大変だ。
おわーおわーおわーいらない、あ、ちょちょ抜けない、抜けない、抜かしてやばいやばい、押さえてろ。俺は。はい。俺。はい。人間ロケット行くぞ。わあ、やめろ。やめろ。
はい、選手からお願いします。うわぁ、あー、座ってください、座ってください。うわぁ、ダブルイヤー、ミヤンジャー、ミヤンジャー、ウー、ウー。
ゴングです。遠藤哲也対田中将人、この戦いは三田さん DO グランプリの、優勝決定戦、そうですね、それ以来ということになるんですが、その時には、田中将人選手が勝利をし、そして KO に挑戦しベルト奪取チャンピオンという流れでしたからね。2019年、はい、去年12月の28日後楽園ホールでした。だから遠藤哲也はこれが2回目の田中将人とのシングルになります。3度目の正直っていう言葉は俺にはないんだというふうに言っていたので、2度目の正直ですね。で、今回本来でしたらこれ埼玉スーパーアリーナのメインでやるはずだった試合もあるじゃないですか。そうなるでしょうね、やっぱり。そうなんですよね、はい、で今回だからこういう無観客でのスーパーショーということになったことについては、去年遠藤選手が初めてベルトを取ったのもニューヨークで、しかもいつどこ挑戦権を使ってという形だったので、こう特殊なシチュエーションというのは自分にとっては結構燃える材料になるんだというふうに遠藤選手は言ってたんですね。すごいですね、田中選手も10点満点ですね、すべて。そうですね、鋼の肉体、ハードコア実績、ここにスタミナとスピードもね、10つくんじゃないですか。もう全部つきますね。そうですね、その遠藤選手が初めて無差別級を取った時もいつでもどこでも挑戦権を行使したニューヨークで、そうなんですね、でカリスマから取ってるんですよね。そうなんですよ、こともあろうに、はい、で、いつでもどこでも挑戦権、あ、じゃあ次期挑戦権も最初は同じく佐々木大輔から取ったんですよね。そうですね、これはたまたまそうだっただけで別に軍団の中が悪いわけじゃないんだというふうに遠藤選手は言ってたんですよね。これか、はい、一度ね、樋口選手にこの剣は奪われてしまいましたが、いつでもどこでも挑戦権を取ってそれを行使して剣を取り戻しました。やっぱり遠藤選手の執念のね、決勝ですよね、このメインイベントは。自分は人と比べてそんなに KOB に対しての思い入れが強くないように見られるんだけれども、やっぱり田中将人から取りたいっていう気持ちはすごい強いんだって言ってるんですよね。そうなんですね、ただすごい一方気になるのは、田中将人選手が今回の遠藤選手に対して、もちろんすごいコンディションがいいし練習しているのは体を見れば分かるんだけれど、青木真也のような怖さを感じないって言ってるんですよ。あ、前回いつどこで使われた、そうなんです、はい、前回いつでもどこでも挑戦権を使って青木真也選手と協議かけて田中選手は戦ったんですけれど、その時やっぱり青木真也はまだ見ぬ人、何をやってくるか分からないってことですごい怖さがあったんですよね。恐怖心は感じていたと、じゃあその恐怖心というものを遠藤選手には感じてないということなんですか。そういうことになってしまいますよね。この田中選手の発言、秋山選手はどう思いますか。はい、青木選手はね、やったことないというかね、変則で今まで体験したことないような相手なので、ね、余計にやっぱりそういう怖さというかね、そういうのがあったんじゃないかと思うんですけどね。戦い方も全然違いますね。そうですね、バックボーンもまるで違いますからね。で、遠藤選手とは1回やってて勝ってるっていうね、その余裕もあるのかもしれませんけれどね。長いキャリアを積んできて、田中選手が歩んできたキャリアをね、本当多分とんでもない種類のタイプのレスラーと戦ってきたと思うんですよね。そうなんですよね、本当に例えば海外で全く何のデータもないような選手と戦ってくるのがたくさんあったと思うんですよ。リングコンディションも悪いようなところで、それを乗り越えて今の田中将人があるわけですからね。それを考えると遠藤哲也のようなタイプというのは過去に何度となく戦っている相手かもしれない。ただ頭の中にデータとしてね、同じようなタイプの選手もいればそんなにやっぱり怖いのかな。全くないとやっぱり怖いですね。ゴーもそうですけど。
まあでも3度目の正直はないといった遠藤哲也、この田中将人戦に絶対的な自信を持って今日のメインに立っています。その自信はどこから来るものなのか、何か秘策があるのか、それとも今の自分は田中将人を上回る何かを持っているという、その証明をしてくれるのか、それを思うほど田中将人という存在は本当に強いです。どうやったら倒せるのか、それを見せてくれるか、遠藤スペシャル。その前回戦った後に田中将人選手はとにかく速いと、その技が速い、動きが速いだけじゃなくて起き上がってくるのも速いし、何かこう例えば机だったりそういうものを出してくる、全てが速いという言い方をしてたんですけれども、遠藤選手は自分はどちらかというと時間を取るタイプだって言ってたんですね。でも今日すごく遠藤選手速い気がするんですよ。何かコーナーに詰められた後もすぐやり返したりとか、だからそれは何か前回の、ね、対戦を経て自分の中でトライしようとしていることなのかなとは今思うんですけどね。時間を取るタイプってのは面白いですね。遠藤選手はどちらかというと自分でこう間を取りたい、自分は本当はそういうタイプなんだというふうに、あ、自分で出しましたよ。さあこれは KOD 無差別級タイトルマッチ通常ルールですので、これレフリーとしてはなかなか判断が難しいところです。これはいいんですか。これはどうですかね。しかし田中将人の目の前で机を出してしまったというね、これはまあ良くないか。これは嫌な予感がしますね。そうですね、メイベントタイトルマッチ、まあ、本来ならばこのテーブルを使用するということはもちろん許されてはいません。前回のそのグランプリの決勝の時も机を出して逆にやり返されて、ばっくり足を切ったんだ、ほらこんなことに。田中将人に対してね、ハードコアの領域に入るのは危ないですよ。そうなんですよ、どうぞと言ってるようなもんですからね。だけど同じ目には合わないと思いたい遠藤哲也。まあこれね、ギリギリ場外での攻防ということでレフリー、ほら歴史は繰り返した。やってしまいました。しかもこうブレインバースターとかでなくもうただ投げ捨てるというデッドリードライブですね。真っ二つですよこれ。秋山選手、はい、で用意したのは自分でしたからね、はい、あれ出された田中選手もね、待てこんな野郎って。そうですよね、俺の前で机をお前が出したのかと、はい、いや机を使わせたらもう何十年ですから。俺なら出さないですけどね。まあそうでしょうね。まあどう考えても相手の得意分野どうか出さない、ね、踏み込んでいくわけですからね。でまたこういうのって秋山選手やっぱ乗らせちゃいますよね。そうですね、もうあれ投げてやっぱりどんどん気持ちが上がっていくんじゃないですか、ね、上がってってますよね。あ、しかもこういうのも使うんですよね。まあ出したのは遠藤選手ですから。そうなんです。これが使って何が悪いと。ここは松井レフリーとしても非常にどこまでチェックを入れるのか。向こうが出したんだろうと言ってますよ。いやもうおっしゃる通りです。おっしゃる通りですね。どうしてもやっぱ三田さん、田中将人とやったらこのスタイルは一度やっておきたいっていうのが欲として出てくるんでしょうかね。レスラーとしてはあるんでしょうね。それはその田中将人から勝ちたいというように田中将人を机に投げたいっていうのはあると思うんですよ、はい、テーブルクラッシュさせたい、させたい。だけれどもまず無理。成功率は低いですね、残念ながら。結構背中と腰打ってるのでこの後が心配ですよね。あとやっぱ足を痛めたようですね。そうするとね、結構機動力が失われると遠藤選手の場合辛いですね。なんでしょう、デッドリードライブを食らってね、例えば鉄骨に膝はまってしまったとか。だけど今日はダムネーションのメンバー佐々木選手もホーリーもセコンドついてますけれど、余計な手出しはしていないですね今のところはですね、
カリスマですが、ちょっと心配なぐらい、田中選手は、ね、痛めるだけ痛めつけてリング戻って場外カウント数えろと、言ってますからね。ちょっと膝でしょうかね。膝はもう右ですね。右の足がね、軸足がなければいいんですけどね。踏み切り足か。こういう弱みを見せてしまうと当然猛然と襲いかかってくるのが田中将人。早い。うわ早いですよね。息を整える暇もありません。分かってるんでしょうね、チャンピオンは。痛い痛い。休んだりね、呼吸を整える隙もないですからね、与えの。これもかなり厳しい膝ですね。これ僕昔、フチュさんにやられました。結構痛いんですよ、これ。技持ってますからね。あれもう膝を各種でね、はい、各種言ってますよね。これは膝なんですね。膝ですね。まあ、なんといっても淵選手はですね、あのテイクドロップキックを日本で見せた最初のレスラーですからね。そうなんですね。膝殺しに関して恐るべきものを持っています。なんかちょっとありえない感じの方向にまで膝がいってますよ。三田さんおっしゃったように、やっぱこれで機動力を奪われると遠藤選手の武器は相当減らされてしまいます。しかも膝もやりながら首も締めてるっていう。ああ噛んだ噛んだ噛んだ、苦し紛れ。いや噛むぐらいしか脱出できないですよ。これはなりふり構っていられません。先に立ち上がりますチャンピオン。まあ、こうしながらも田中選手は自分の、ね、呼吸を取り返せますからね。秋山選手、これ、はい、遠藤選手としたらどうしたらいいでしょうかね。ね、本当に機動力を失われた彼は、ね、本当にやばいと思うので、ね、結構本当早くこの状況を出しないといけないですね。何か大きな技で逆転するのか、まあ、コツコツ積み上げるのか。結構でも攻め込まれてるんでね、大きい技で一発で返したいですけどね。攻められても膝を一発ぶったたけば相手の動きは止まります。まあ、田中選手はここからもうどうとでもいけるわけですもんね。攻めのバリエーションはとても増えましたね。ここは踏ん張る、踏ん張るのにもこの膝の力は必要です。あここはあブレイクですね。投げ返さずブレイクです。あブレイク間際にもう返す、もう離れ際ですよ。こういうところがこう油断も隙もないというかね。お一つを狙ったが上げられるか。痛いでしょうがね、踏ん張りが効かないと思うんですよね。だが投げられた中永佐藤チャンピオン、この表情まだまだいきますね。さあどっちが先に立ち上がるのか。こう遠藤選手がすごい田中選手を見るようにしてるんですよね。先に立ち上がらせないという意識がちょっとあるんじゃないかな。トップ、いやエプロンだ。そこはスワンダイブのフォーム。やっと遠藤らしい動き戻ってまいりました。そしてこれはグラウンドのスリーパーホールド。ここでちょっと休みたいですね。膝休めるのに、あとこう相手をねちょっとずつ体力とかいろんなものを奪っていきたいですもんね。自分が動かなくても。これ秋山選手やっぱ戦いながらダメージやスタミナを回復するっていうのはもう我々にしてみたら信じられないですよね。もう訳わかんないですよね。痛みがね少しは楽になるんでね。やっぱその動かさなければとか、はいはい、ゆりかもめが決まらない。
ならば手を変えるか。上げさせません。頑張るとやっぱ膝に来ると思いますけどね。あ、なるほど。力も使います。向きになって力を入れれば入れるほどスタミナを奪われます。だがチャンピオンもそれほど余裕があるようには見えません。確実に伊藤さん削ってはいますよね。そうなんですよね。田中選手だって同じ時間リングに上がって江戸選手以上に攻めてるんだから疲れてないはずがないんですよ本来ならね。DDT 瞬間瞬間の瞬発力、うん、田中正人です。呼吸を整え自身に喝を入れるチャンピオン。挑戦者としてはチャンピオンが先に立っているのでいつ休んでろっていう恐怖があるんですよね。そう言いますね。対戦相手はあやばい立たないと立たないと、あともう3呼吸ぐらいしたいのに立たないと。そうなんですよね。それがどんどんこう自分を追い詰めていく気遣いがあるんですよ。気遣いがね、母が言ってるとこっちは楽なんですよ、ね、なるほど。あこれは何を狙ってますかね、田中選手。ブレインバスター、ブレインバスターですかね、あトップロープからトップコーナーからブレインバスターいった。しかもロープモーション、グリップ外さない。おバックに着地、エルボー、あーこれも見ている。膝膝がさらにスライディングディー、膝なんてもうどうしちゃって逃げられないですよ。こういった自身の必殺技を躊躇なく出す。ああもむ。それをくるっと、おお、ゆりかもめ。今度こそ決まった。これ田中選手みたいな肉体には効くでしょうね。こういう。あと田中選手肩に爆弾を、肩そうでした。かつて大きな怪我何度もしてますからね。もうあまりにも簡単に外れてしまうんで、うん、それで手術をして体を鍛え直して、これ両足で強い力で引っ張られてますからね。そうですね。やっぱりちょっと可動域的にはね、田中選手の不安はあるかもしれないですね。ゆりかまめはブレイク脱出に成功。こういったとこ、こういった離れがいいですね。江戸選手も負けてない。このね、やっぱベテランのレベルまでいってんですよ。もうこのなんか抜け目のなさというか、がむしゃらさ、負けず嫌いさというかね、相手よりも一発でも多く離れ際にね打ち込んでくっていうこの気持ちですね。ハンドスプリング、秋山選手も指摘してましたよね。ああひどいひどい。その軸足になった時にどうなるか恐れていたことが、ちょっと待ってくださいよ。またなんか、いやまた出てきた。さあ今度はチャンピオンが持ち出しました。これ以上どうしようっていうんですかね。さっき一回投げてますけれどね、はい、田中正人としてみれば場外のスーパーフライ。そうですね、テーブルクラッシュ、うん、これゼロワンで一緒にチーム組んでいるリベンジャーズの飛鳥選手がセコンドついてますね。あ、田中選手の側のセコンドに、田中選手側のセコンドなんですね。そうなんですよ。ゼロワンでは同じチームを組んでいるんですね、リベンジャーズという。リベンジャーズとダムネーションなんですね。そういうことになりますね。さあ来るぞ来るぞ来るぞ、ステミステミ、これは自分の痛いですよ。どっちもどっちですね。これこれはどっちもどっちでしたか。いやものすごい大きな賭けですね、これ、はい、
よけるのではなく剣山、うん、当然田中選手はものすごいダメージ食らってますけど、自分の膝もダメにする可能性がありますからね。これ秋山選手、はい、自分が受けるダメージの量を見誤ったら、いや膝の方がいってるような気がしますけどね。膝の方が厳しい、はい、いやいや、まあ、ずっと攻められてましたからね。何でもなければまだ、そうですね、田中選手の方だって先にね、はい、ちょっとリング戻れそうですよ。しかもあえてボディープレス系ってのは、あの腹筋とかにものすごく力を入れるから、そうなんですよ。なんですか、カチカチの筋肉がそのまま膝にぶち当たるわけですよね。田中さんの鍛えた鎧のような体が突き刺さるわけですよ。上手に取って、今の遠藤の選択は正しかったのか。まあでも普通にね、受けるより絶対に膝出した方がね、避けられないだとしたらそうしかないですね。降りられないんだとしたらそうですね、はい、その瞬時の判断が。15までいく、場外カウントは20まで、なんとか20分、あっという間でしたね。いや、ユエルチャンピオン後頭部にエルボー、あーもう力が抜けている、遠藤哲也に力がない。あーこれあーダイヤモンドダスト、なんという肉体、なんという精神、チャンピオン立つ早い、休めない、整えられない遠藤哲也。スーパーカーかけます、これもうやられるだけですよ、このままだと。必死です、あれだけ剣山を食らっても田中雅人は飛ぶことをやめない。もうスーパーフライワンで返した遠藤哲也、そう、返すだけ返したけれども次に返すだけでは勝てません。攻めないと、まあでもね、ただ遠藤選手もトーチャーラックボブなど決定的な一発をね、待っとけ、俺ら立ってやるよ、お待っとけと、立ってやる。田中正が待つつもりですか、待ってんだ、俺待つんだ、おら待たせたな、俺らそうでなくちゃな、弾丸エルボーに挑んでいく弾丸選手のエルボーに遠藤が負けていない、どんどん何か控えてますよ。ここで膝挟んでくるのがすごいですよね。ローリングエルボーかわして、おー膝打った来るぞ、後頭部にスライディングで、これスライディング D を絶対食らわないようにと思ってても、いつどこから飛んでくるのかが全くわからないんですって。でどこからでも出せるのがこのスライディング D。さあ成長できるか、スプリンカーラリアット、本当だったらね、ここでお客さんのね手拍子でこう鼓舞されるところですよ。そうですね、秋山選手、ここでいわゆる声援がないっていうのは、そうですね、そこ辛いですよね。辛いですね、でもきっと聞こえてるはず。ハンドスプリングオーバーヘッドキック、おそらく DDT ファンの願いが今遠藤伝わっているはず。ここしかない、トーチャーラックボム、カバーに行く、返されました。まだダメージが足りてないですかね。でもまだありますよ、遠藤にはまだある、主力の一発がある。上がれるか、そして飛べるのか、
バネは翼は残っているか遠藤哲也。さあ飛ぶか、飛んだ、シュート。逃げられた。しかもちょっと立てなかった。着地間に合わなかった。横入り式ではなく、さあショートエンジ。返せるのか、返せるのか。ニアロープ、ニアロープ。これロープ近くなかったら危なかったですよ。今のは終わってましたよ。遠藤選手、やっぱりこの机の後ですかね、腕切ってますね。生傷だらけでしょうね。いや、田中選手もでも今の一発逃げられたのはちょっと痛かったかもしれないですね。さあこれが決まれば成長、スライディングでかわされた。ラリアットとラリアットかわす、バックを取る。あー、投げっぱなし、ジャーマン立った、エルボー。遠藤の攻撃が当たらない。ヤクル徹夜インザスカイ。田中将人にはない技で追い込む。カウント2、押し通す。これは DDT プロレスリングのダムネーションの遠藤哲也。ここは DDT のリング、遠藤哲也のやり方で。腕をノックした状態のカナディアンデストロイヤー。返す、チャンピオン返す。さあ勝負だ、やりますか、勝負だ。全てをかける、全てをかける。この一発に遠藤哲也シューティングスター。ホールに行かない。田中将人を倒すにはもう一発必要なのか。2発目のシューティングスタープレス。カウントは3つ入った。新チャンピオン誕生。26分19秒、勝者遠藤哲也。ついに遠藤哲也が田中将人を止めました。74代王者5度目の防衛に失敗。遠藤哲也選手が第75代 KOD 無差別級王者として認定されます。もう使った。大丈夫です。そんなに上手くてもいいのに。ただまあ今遠藤選手かなり弱ってますからチャンスではあるんですけど。確かに膝の状態がね、膝の状態最悪ですから。見てたんですかね。いやー、これ今近づいてますよ。梅野近づいてますよ。無差別級に。いやー、ついに30分もしない前に取ったばっかりなのに。いや、こんな、いや、これね、上野由紀、初の KOD 結びつき挑戦です。あ、そういうことなんですね。素晴らしい。いやね、もう、だって遠藤選手も、どんな手段を使ってでも挑戦しに来いよと。言ってしまった、確かに。言ってしまった以上、何一つ文句は言えません。この上、確かに DO で当たってて、その時、上野選手が勝った。リオグランプリの公式戦2020年の。そうです、そうです。ああ、そうですね。フィンランに遠藤選手が上がらなくて、それで上野選手が勝ってるんですよ。なので多分上野にとって遠藤は苦手意識はないのかもしれないですよ。一つ何かそういう攻略みたいなものを、手応えみたいなものを感じてるかもしれませんし、そうかね。それでさっきの試合見て今だと思っていたんだとしたら、なかなかのやはり作詞だなと。上野選手はね、あの爽やかですよね、なかなかそのどす黒いものも持ってますよ、ね、あると皆さん言いますからね、はい、先輩方は。いや、さすがですよ。これはでも全く文句は言えないです。いや、でもね、プロレス界にやっぱそのどす黒いものって大事なエッセンスですから、大丈夫ですか。すごい、めちゃくちゃしますね、もう勝負だってなりふり構わずですよ。でこの隙に少しちゃんとは休みたい。
まあ、うん、そうですね、膝の状態、だって醤油って全く違うのもこれですよ。休んでなんとかなるような痛みなんでしょうか。まあそれもそうなんですけれどもね。当然セコンドのお客さんは何もないままただ投げ捨てましたからね。さあ急遽ボーナスマッチとして KOD 無差別級選手権試合が行われています。 DDT TV ショーです。まあ確かにでも取り立て小山のいつもどこでも挑戦権を上野選手が使いました。確かに今年いっぱい使えると言っても自分が何かどこにいたかでも何でもね、取られたらもうその時点でいつもどこでも使えなくなっちゃうので、はい、早めに使うという考え方もあるんですよね。まあ、何か運命的なものを感じたんでしょうね、上野選手。そうですね、まあ、今回真央との争奪戦が組まれたというのも含めて確かにそうでした。あ、少し呼吸を整えるぐらいはジャンプはできそうですけれども、場外カウントは20まで、ギリギリ戻ってまいりました。おー、ちょっとやっぱ相当後頭部を打ちつけたんでしょうか。場外カウントは止まっています。これは遠藤選手のただペースで試合が進めそうですね。遠藤選手もともと自分はどちらかというと間を取りながら試合をしたんだけど、田中選手の時にはそれができないという言い方をしてたんですよね。なるほど。今回は少しここで、あ、大野選手この顔いいですね。前回のティーホークの時にも見せたこの表情。おお、これ完全に遠藤選手復活してるじゃないですか。してますね。まあそうですよ、あの先ほどのメインのダメージをうまく生かさないといけないな。何ですか、フラッシングエルボーですか。ちょっと気持ちの上で遠藤選手の余裕が戻ってきちゃいました。やる今の完全に余裕ですね。そうなってくると上の話は別です。KOD っていうのはこういうもんだと、無差別に調整するっていうのはこういうもんだというのをですね、叩き込んだような。でもね、純粋にやっぱ遠藤哲也という上の勇気ですよね。魅力的ですよね。そうですよね。本当にこれはいずれね、大会場のメインということになっていくんじゃないかと思わせる感じですね。まあ、上野選手は、ね、今の持ち出すとのタッグチャンピオン、まあ、タッグという前に戦いの中心を持っているわけですけども、まあ、シングルマッチでもね、その輝きを一刻も早く見せてほしいと願っている人は多いでしょうし、あとあの遠藤もこうやって自分よりキャリアの浅い挑戦者をこれから、ね、迎え撃つってことも出てくるんだろうなと。はい、うん、お、いい使いどころだった、だったけどなく、あ、怒りましたよ。遠藤哲也にしてみれば、やはりまだまともにやったら上に遅れを取ることはないと、いや、自信があるのかもしれませんが、まあ、上野選手も真央選手ほどではないですが、何をしてすか勝つかわからない、そうですね、特別なひらめきというものを持っています、はい、で三田さんもおっしゃったように結構遠藤選手は派手な飛び技に目が行きがちですが、いわゆる堅実 な、ね、オーソドックスなレスリングを見せますよね、はい、やはり自分のポテンスを使って相手の好きなようにはさせないということをこれまでしてきた選手で、田中選手相手にはそれが通じなかったと本人は言っていたんですが、初戦の時に考えもしなかったようなこの上野の動きというものが奇跡のチャンスを呼び込むのか。腕を高めて変形のキャメルクラッチ、上野選手がまだ入ってきて間もない頃に一緒に体操の練習なんかしたこともあったらしいんですよね、上野選手は。やっぱりすごく運動神経が良くて楽しみだというようなことを言っていたので、それがいずれ育って自分にね、牙を向く日がやってきたと。そうですね、
逃しません。クロスアーム、クロスアームキャメル、いいですよ。これでは腕を使ってのエスケープができない。下半身をずらす、下半身をずらしてのブレイクです。上野が動く、うおー、背骨へのニードロス、ここから上野のえげつなさが出てくるか。カウントは2かわす、うわー、いいタイミング、きれいに入りました。まあ、こういった、ね、スピーディーな展開になるとね、一瞬の隙も許されないカウンター合戦になるんですが、そこにうまく差し込んでいった遠藤です。これが返されると、止めましょう、止めましょう、おーおー、このままそのまま潰してカウントが進む。ホールを狙いました遠藤です。足を払ってさらに、おー、前頭をマットに打ちつけました。体重をたっぷり乗せた一撃から顔面へのドロップキック。この試合でもね、こうリンドマンが体重をちゃんとセコンドからこうね、激を飛ばしてるのが心強いなと思いますね。やはりこういうあの戦いのね、観察眼といいますか戦略眼、エル・リンドマンとティーホークはやっぱそのシーマ選手のね元で、はい、そこを徹底的に、備わってますからね、うん、目がいい、勘がいい。おっと、これは、うん、フェイスカット、そこからくるっと回転ゆりかまえ、変形のゆりかまえ、これも遠藤哲也の得意技です。じわりじわりと上野の体力を奪っていきます。あ、潰した潰した潰した。もう三田さん、これあのいつもどこでも挑戦権を使った瞬間の、まあ、言ってみれば体力的有利はないですね。ないですね。お互いもおそらく、まあ、ゴムゴムと言いますかね、使い切りましたね。あ、そのまま、うん、もうとなってくると今持ってる、うわ、場外に落とした。今持ってるプロレスラーとしての実力を真っ向から伏せるだけです。まあ当然ですけれど、エンジンだって一回試合やってるわけですからね、マウンにね。そうです、ところがかなり前半マウンに有利ですね。でもまずは本気したいなで返しているので、ダメージが全く当然ないわけでもないですし、まあでもね、見た目ですとメインで折った膝へのあのダメージというのは遠藤選手はかなりのものだと思いますけど、うん、今のもね、ハル選手のものですよ。サブ空爆ですよ、はい、はい、本当にプロレスラー始めた時間より、もしくはもうプロレスラーになってからの方が長いんだけどという選手ですけど、やっぱりハブ選手に非常に尊敬と憧れがあってと言ってましたので、何、ね、かしかもあれですよね、スーパードル戦時代って。そうなんですよね、だからきっとまたフィードとかそういったものをね見て後から憧れるようになって、はい、誰に彼たちの目標の形なんでしょうか。そうですね、ハム選手はね、もともとその同級生で竹下選手も一番憧れる選手だと言っていたので、この世代はハム選手から受ける影響と憧れがとても大きいですね。やっぱその関西のプロレスシーンにおいて大阪プロレス、うん、でしかもそれがいわゆるステルデルフィンたちの、やっぱそのファースト世代ではなく、うん、その次の世代、次次の世代に直撃してるっていうのがいいですね。そうですね、さあちょっとまた遠藤選手かなり体力を奪われてる気がしますね。いやでも伊田さん、
田中雅人に勝った選手ですよ。そうですね、もしその部分で上野選手が少しでも舐めていれば、うん、勝ちはないと思う、うん、あの田中雅人に勝ったんですよ。もうやれるもんならやってみるっていうところがちょっとあるかもしれないですね、上野選手。いいよ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 、なんかちょっと嬉しい。田中雅人のエルボーに比べたらゴミみたいなもんだと。さあ、この言葉が上野に火をつけるでしょうか。何かこれ、皆さん、でも上野選手のさらに奥深くにある気持ち、心みたいなものを引きずり出そうとしているようにも見えます。まあでもそれが長期にということなのかもしれませんね。ドラム、これは高い。さらに、おー、ブリザードスプレッツホールド。カウントは2。コーナー、かなりの飛距離がありますが、余裕を持っていける、避けられてしまった。おー、バックドロップを潰していく、それを切り返す、さらに潰していく、エンド、カウント2。崩れ落ちる上の、ああ、担がれちゃいましたね。お、打たせない。ああ、ね、ちょっと角度的によく分かりませんでしたが、強烈な、これはもうそのことみの回転、見事で、どっちだ、だが遠藤も動けない。これちょっとね、今お互いの勢いがぶつかっちゃったので、ここで何でしょう、皆さん、やっぱりその今日2試合というお互いの体力の部分で限界を突破してしまったのか。ダブルダウン、ダブルダウン、ダブルダウンですか。両者ダウンです。松井レフェリーが両者のダウンカウントを数えています。ダウンカウントは当然10までです。おお、セブン、セブン、まだ立てない、まだ立てない、うん、お、スコットだった、立った、立った、気づいてないぞ、気づいていた。鼻くつらえのヘッドバットからスワンダイブ、フォアハーム。返した、上野の動きが止まりつつある。あ、ここが経験の坂、なんとか立った、なんとか立ったけれども繋がらない。タイトルマッチの経験の差が徐々に開いていくのか。上野選手の場合は本当にこのテレビショー自体まだ30年ぐらいですからね、はい、飛びついたのは男性だよ。魔王戦でもここから一気にギアを上げてきた。フランススプラッシュ、カウント2。さあ、まだいける、まだいけるはず。今持てるもの全てを爆発させないと DDT のシングルの頂点、 KOD 無差別チームは微笑んでくれません。 DME はダメ。これ当然ですけれどもね、現状自分の膝を痛めてなんですよね。そのまとめの円錐切り、さあ、逆さを抑え込みか、それともとっておきの技を見せるか。そのまま襟に固めて、ゆりかごで。
さあ変形のユニカルを持ってったこのおお、ここでこれが決まった、これで決まった。まあ、止めなくてもこれがありますからね。驚いた。ちょっと上野選手も面食らった感じでしたね、最後。はい、そうか、ここでゆりかもめと思ったんですが、クラッチの仕方を変える、さらなる変形ゆりかもめ、はい、いやこれがジャンプですね。強い。遠藤選手ほとんどトップコーナーから飛ばなかったんですか。飛べなかったですね、飛ばなかったのか飛べなかったのか分からないですけど、それでも戦わなくちゃいけないし、戦えるというのがやっぱり王者の宿命なんですね。お、見せつけてますよ。第75代 COD 無差別級チャンピオン遠藤哲也が初防衛に成功です。ゴーゴー。名イベントタイトルマッチのゴングです。スッとチャンピオンの方がコーナーに下がりました。リング中央に構えるはチャレンジャーの上野裕樹の方。いや、三田さん、想像以上に上野選手は普段通りですね。そうなんですよ、私本当にそれに驚いてるんですけど、大橋選手、上野選手って本当にそういう人なんですか。多分緊張感がそんなないというか、なんでしょうね、やっぱこれ持って生まれたものだと思いますね。それはなんか今時の若者だからとかそういうもんじゃなくても持って生まれた。それとはまた違うと思うんですよ、ね。まあ、特に遠藤と比べたら分かるんですけど、こう陰と陽というんですかね、圧倒的な明るさをやっぱ持ってる、ナチュラルで持ってるんで。リング上のあの明るさっていうのはね、リング降りてもあんま変わんないんですよね。ちょっとリング降りたところでね、お話をした時もあんな感じですもんね。本当にあのひょうひょうとした感じというか、明らかんとした感じというか、はい、だから今回のタイトルマッチも全然緊張してないというのが誇張じゃなく本当にそうなんだなというふうに見えますよね。まあでもね、試合前の VTR で垣間見せた上野選手の本音に近い部分、竹下幸之助をライバルと見た場合にやっぱり倒さなければいけないと。もともとその遠藤選手は竹下選手への悔しさからここまで上り詰めてきたわけじゃないですか。だからそういう意味ではこの竹下から遠藤、そしてさらには上野と行くのが面白いなと思いますね。複雑ですよね、この2人とあの竹下とね、まあ、遠藤って苦労人じゃないですか、どちらかというと。そうですね、やっぱ竹下がバーンと来て、その後この上野が来て、ここはちょっとね、そこすんなりと通すわけにはいかないという部分は遠藤にあると思いますよ。ただやっぱ、ね、チャンスある人間、回ってくる人間ってやっぱその勢いで突き抜けるやつはもうそのままボーンって一気にいっちゃうんですよ。自分も上野ってそれを持ってる人だと思ってるんで。なるほど、うん、やっぱあのね、いや、いつだかの大会なんですけど、はい、ウルティモドラゴン校長が上野ファッと見た時に、あいつ誰だっていきなり言ってきたんです。なかなか言わないんですよ、はい、いやもう上野ってやつこれこれこうなんです、あそうかって、あいつはあれだなって、いつかスタンダードなって言ってたんで、なかなか校長がそういうことを言うことがないんで、僕もそれを聞いてからちょっと意識するようになったんですけどもそれは別に上野選手が何をしてたわけでもなく、ただ立ってただけなわけ、ね、うん、だからやっぱこいつもしかしたらそういうものを持って生まれてきてるかもしれないんで。でもね、確かにね、遠藤選手も口ではきついことを言ってますけども、うん、何かやっぱそういったものを遠藤に感じているのではないかなと思うんですよね。もちろん脅威でもあるんですが、まあ、もっとお前は上のステージにいてもいいだろうという、アストロシザースホイップです。やれるもんならやってみろというところなのかもしれませんよね、うん、はい、チャンピオンとして。お、さあ場外に落ちていますね。そこから誘ってヘッドシザース、わー、すごいすごい身体能力です。まあ元々はね、竹下幸之助の同級生、高校時代のその竹下幸之助が DDT のゴールを決めました。初めて見ました。だからね、身体能力は素晴らしいんですよ。しかもこれだけの技やっても終わった後ケロッとしてますからね、はい、
いやでも本当にウルトマ校長に連れてかれなくてよかったですよ。本当ですよ、メキシコ連れてかれたらもう帰ってこれなかったんですかね。本当ですね。いやそれはそういう時間軸もいいんじゃないですか。なるほど、はい、やっぱ上野とその、まあ、ちょっと竹下の話になっちゃうんですけど、やっぱ子供の頃からプロレス好きでずっと見てた竹下と上野って見てないんですよ。そうなんですよ、らしいですね。やっぱ竹下を見てプロレス入ってきたんで、はい、全く別じゃないですか、はい、やっぱ果たしてそれ、うん、どっちがこの先、ね、この2人がこう DDT の上の方に上がっていって対戦するとき、果たしてどっちが上に行くのかって結構ちょっと自分の中で楽しみなんですよね。子供の頃から見ていたから、うん、逆に何かにそれにとらわれてしまっているということももしかしたらあるかもしれない、はい、ということですね。もちろん見てない強さってあると思うんで、面白いのがやっぱその時間のね、ずれ、ちょっとした時間のずれによる、うん、竹下幸之助は DNA じゃないんですよね。そうですね、竹下エンドは DNA ではない、はい、で上野は DNA なんですよね。そうなんです。その上に平田選手たちの若手通信世代がいて、はい、その若手通信と DNA の間どちらにも入らなかったのがエンドと竹下なんですよね。やっぱりね、上野にとっては同級生である竹下ですが先輩なんですよね。倒さなければいけない相手、追いつかなければいけない相手だから、やっぱその本人曰くベルトを持ってタイトルを持って竹下を倒したい、多分その中でやっぱり初めて上野勇樹は同級生竹下幸之助とプロレスで同級生になれるのかなと思います、ね。だけど遠藤もこれまで例えばその田中選手もそうですし、ずっと上野選手と戦ってきたのがもう自分が下の壁になる世代にね、もう遠藤哲也になってるわけですからね、はい、いやでもやっぱそれを考えると竹下幸之助はすごいですよ。この遠藤もそうですし、上野もそうですよ、吉村もそうじゃないですか。はい、まあ、そのここ数年のですね、やっぱ世代の軸、まあ、地場になってますね、竹下幸之助。今回はさらに秋山純までその地場に入り込んできました。で今日のこの DDT のメインイベントは28歳対24歳なわけですよ。この若さでメインイベントなんですよ。そういう時代にもう DDT が来てるんだなと思います。よく見えています。遠藤 の体の仕上がりがすごいですね、はい、もう何一つ無駄もなく、そして今日髪型は銀座の美容院で整えてきました。銀座、はい、これはいつもとちょっと気合いの入り方が違いますね。さすがチャンピオンですね。そうですね、まあ、遠藤哲也自身のプロレスラー像、そしてチャンピオン像というものに強いこだわりを持っています。いい意味で本当に意識の高いチャンピオンだと思います。そうですね、で遠藤選手はやっぱり悔しさがあってここまで来ている、その大橋さんもおっしゃられている苦労人 でそういうものが今のところなく、屈託のないその上野選手だから、どちらが勝つのかなっていうのは思いますよね、精神的に。ここまで遠藤に来たんで、はい、そんな若いやつにそう簡単に、ね、ベルト渡すわけにいかないですからね。そうです、また踏み台にされるのは二度とごめんだという遠藤哲也、しかしそれをひょうひょうとやってのけてしまいそうな、そんな予感上野勇樹には感じます。ドロップキック、跳躍力はともに非凡なものを持っています遠藤哲也と上野勇樹。だからまた恥かかせてやるぞって言った言葉に全くピンときてないんですよね。少しも恥ずかしいとか負けたことが自分にとってマイナスだと思ってないんですよね、上野選手は。まあ、意外にそういった言葉のやり取りで、まあ、やっぱ上野選手にダメージを与えるのは難しいでしょうね。難しいんですよね。上野式コーナーキクラッシュカバーです。まあ、上野選手がやっぱその本当の意味で上野勇気らしさを出してきたっていうのはやっぱディザスターボックスもそうなんですが、何かまあ本当にある意味上野選手の腹黒さみたいなものがですね、
そうですね、包み隠さずね、裏腹にちょっとそういう部分もあるんで、はい、お、なるほど、それを出してきたあたりから変わったなっていうのがなんか、まあ、本当にその屈託のない明るい笑顔でなかなかね相手をぐさぐさと刺してくるような言葉だったり追い込んでくる、はい、まあ、言動だったりがあるんで、そうです、先輩を先輩とも思わないね、はい、堂々としたところもありますのでね、そういう部分の他にあとプロレスの中でもですね、はい、こうワンツースリーこう最後フィニッシュを取れる技っていうものが増えてきたんですよ。やっぱそれによってやっぱり上野って今一気に跳ね上がってきてる部分があると思うんで、それをこの試合の中でもどう生かすかという見どころだな。ワンツースプリングよく見ているよ。うわ、まあ、けど読まれてます ね完全に動きは、ね、いや遠藤選手もやはり研究しています。しっかりと相手を研究しています。さあこのゆりかもめはですね、この腕を組み替えられてですね、最初のタイトルマッチいつでもどこでも挑戦者を使ったときは上野ギブアップをしています。そうなんですよ、タップもできないですからね、はい、それは屈辱だというふうに思うんですけれどもね、また同じ結果になってしまうのか。スリーパースキック、この変形ゆりかもめ、サードロープブレイクです。結構スタミナ奪われてますね。ギリギリまでこのまたね、腕を離さないあたりもね、この遠藤選手のバナリしてきてるなと、チャンピオンだなと思いますね。この肉体であんなゆりかもめを仕掛けられたらたまらんですよ。パワーありますからね。あー、引いてますね。まだちょっと足元がぐらついているチャレンジャーの上野由岐。さあ打ってこいということか。逆水平エルボー、チャンピオンとして先輩として受けて立つ側、遠藤哲也。今得意のね、鼻っ柱よつ頭突きを狙いましたが、それはさせません。なんとかすがりつこうという、追いすがろうという上野に対して、どん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 引き離していく結果となるのか。あー、捕まえた。スワンダイブのフォアアームを狙ったところ、おお、やり返しましたね。素晴らしい。そういうところがあるんですよね、上野選手。これ一歩間違えたら大変なことになりますからね。しかも今日は鉄柵がありますからね。しかもやった本人こうひょうひょうとしてますからね。しかもまだ何か何をしてかすかわからない、まあ、怖さというものはもちろん遠藤哲也にもあるんですが、この明るさの中から背筋も凍るような荒技を見せてくる。コーナーからの場外のケブラーダです。ふわっといきましたね。今日なんか場外の飛び技がすごく正確ですよね。綺麗でした、はい、さっきのトルニージョといい、大橋選手の言う通り、その、まあ、技のバリエーション増えましたね。すごく増えたと思いますね、はい、やっぱあの一番でかいのは WR っていうね、はい、あの技をハブさんから受け継いだ技が、はい、あれがやっぱ殺傷能力が非常に強いので、やっぱそれをこの試合の中のどこで出してくるかってすごいポイントになると思うんですよね。で何かあの前哨戦といいますか、ね、バックステージで遠藤選手も何かリストクラッシュの新しいことをやろうとして、あ、これは後ろでしたね。遠藤哲也もまた秘策があるということですか。ありそうなんですよ、ね、何かリストクラッチの技を出そうとしてるんですよね。まだいわゆるこう試合ではお披露目されてないと思うんですけれども、遠藤哲也はまたチャンピオンとして一レスラーとして進化を見せようとする中、どちらの進化が今日この時点2020年7月23日において上回るのか。上回った方が DDT KOD の無差別級チャンピオンです。
さあなんだ、まあ、この高さのある、ね、攻撃はどちらも得意にしています。制空権はどちらが握るのか、上野勇気か。え、なんだ、あこれは飛べないですよ。上野がこのまま行くでしょう。あ、松井さんもろとも行くかと思いましたが、まあ、松井さんもろとも行ける人ではあるんですが行かなかった。あ、飛び越えた。邪魔、レフリーですよ。邪魔。サンダイブのフォアアーム。まあ、レフリーが、まあ、ダメージを負って失神するなどして無法状態になるとね、まあ、危険度はダメネーションの方がありますからね。そうなんですよ。でディザスターボックス今日大橋さんをこちらにね連れてきてしまったので、はいはい、そうですよ、戦力がね手薄ですね、もういざとなったら怖い怖い大橋徹がですね、はあ、今解説席にいるので、はい、そうなんですよ。あ、これ、あ、これですね、これですね。おー、返されましたね。切り返した。サムソンクラッチ、カウント2。リストマルチのハーフネルソンみたいな。そうでしたね、あのまま後ろに行きたかったんでしょうかね。あれが今遠藤をトライしたということはそろそろいけるという、うん、思ったんですけど、でも逆に返されたから読まれちゃってるかもしれないですね。遠藤にとってもここスパートをかけるタイミングだということか。遠藤選手にはまだ表情に余裕があるような気がしますけれど、かわした。あー、抜け目がない。ダウン、ジャンピングハイキック、これも見ている。ハーフネルソン投げっぱなし。もう一度。わー、今のはきついですね。受けるか。だがでも上を動く。また来るぞ。顔面打ち抜いてますからね、ドロップキック。さっきのドロップキックよりも打点高いじゃないですか。ナディアンデストル食らった後ですからね。さあ、前回 DDT TV ショーナンバー6で見せた上野勇気のチャレンジ、それとは違う結果を手にするか、それを上回るか。あと、まあ、あの時はいつでもどこでも挑戦権を使った状態でしたけど、こういう形のいわゆる KO で初めてなので、はい、上野選手スタミナがね、あとどこまであるかなっていうのが、これ近くで見ていてどうでしょう。いや、多分これに関しては未知の領域だと思いますね。そうでしょうね。多分ここを乗り越えられるか乗り越えられないかで、うん、この試合の結果が決まると思います。まさに今その領域に今達していると思うんで。お、上野勇気をまた若手時代竹下幸之助と共にトレーニングをし、この強靭な肉体のベースを作りました。今嫌なコーナーへの当たり方、やっぱり遠藤もそう簡単にはペース持ってかせない、ね、やっぱり遠藤選手はあの田中美里とあれだけの試合をしてくれたら通ったんだっていう自信と誇りと、あと責任感がありますからね、うん、何かね、やっぱりその自分に挑戦してくるものに対して、まあ、今のところ上野勇気のみなんですが、あの田中将人を倒して手に入れたタイトルに挑戦することがどういうことなのかというね、何かその遠藤選手の田中将人に対する思いみたいなものもありますよね。そうですね、それも背負って戦って、それも背負ってチャンピオンになっているのかもしれないですね、託された。しかしまだいけますね、上野選手動けますね。まあ、やっぱり大橋選手も言ったように WR、はい、まあ、あれにどうつなげるか、むしろあれにつながなければベルトを取るのは難しいかもしれません。ただちゃんと刀があるんでね、その抜きどころを期待しますね、はい、上野選手もね、ちょっとそろそろ表情に余裕がないんですけど、そっからがでもちょっと魅力的な気がしますね。でもやっぱり、ね、今まで体感したことのない領域に来てるんで、何か自分にね、こう喝を入れたような、うん、ところもありますからね。しかしチャンピオンの遠藤哲也にはまだ余裕のようなものはありそうですね。ありそうですよね。あのやっぱ田中将人戦で見せたあのギリギリオーバーヘッド、あの本当に遠藤哲也は田中将人に必死になって食らいついて必死、返した。
それはなかったですね、ちょっと想像に。ケツヤインザスカイをカウンターで取りました。ここからスリーパー。これよく見てましたしね、すごい身体能力の高さだと思いますね。皆さん集中してますよ、動体視力がとんでもがない。さあここでチャンピオン遠藤のスタミナ、このまま離さない。ここで遠藤のこのスタミナをごっそりと奪っていこうということか。上野裕樹、まあ動きの中でのカウンターの取り合いから密着してのこのスリーパー。遠藤、さあ遠藤立ち上がる、遠藤立ち上がる。本当はね、こういうところで何かこうお客さんの声援が届けばなと思うシーンではあるんですけれどね、まあ、未知の領域ということならそういうね、お客さんの声が出せない未知。あー、ハーフネルソン頭からいった。エンド、エンド、OK、ブリザードスープレックスホールド、カウントは2。これもあるんですね。そうですね。ああ、そうでしたね。いかー、ダイミングボディープレス、フランクスプラッシュ、カウントは2。これちょっとチャンス来てますね。ここで一気に畳みかければこのままいけるかもしれない。以前のね、ウイナだったらここでね、手は出し尽くしていたところなんですが、まだある、まだありますもんね。二の矢、三の矢があります。ああ、これはこういうところがね、うまいですよ。させません、させません、上野がさせません。あ、これは狙って、さあこれね、WR 狙いますけど、さすがのチャンピオン遠藤達也、上野雄一の WR を警戒しています。打たせません。遠藤、遠藤、遠藤、あー、ついに、エンザスカイ、ゴールに行ったところ十字架固め、追い込んだ、追い込んだ、冷静ですね、まだね。エンザスカイ、さあどうだ。しかしやはりチャンピオンが動く、先に動く。さあリストクレッチ、これですね、これですね。ここからど何をするんだ。ちょっと前の受けましたね、これは。変形のマスキュラーボムみたいなでしたね。逃げようがないですよ。リストクラッチ、ハーフネルソンマスキュラーボム、これで大きなダメージを負った上野勇気、見せるか。遠藤の思考のシューティングスタープレス、これが決まれば遠藤哲也の勝率は 100% か。 100% だ。さあゴングです。すぐには動きません。まあ、D の選手にしてみれば完全に、はい、まあ、ダムネーションのお家騒動という、まあ、見方できると思うんですが、まあ、そうですね。ただ私ダムネーションこの2人にこの後に及んではもはやそのお家騒動じゃなくて2人 その4年間ですか、はい、のそのなんだろうな、2人の人間の戦いですよね。ダムネーションは器でしかなくて、なそうなんですよ。実はそうじゃないところの戦いなんじゃないかと私は見てはいます。いや、やはりお互いを知り尽くしている、はい、このジョンゴング直後の攻防です、はい、でもこれね、あの前哨戦いろいろありましたけれども、はい、あの感情ですよね。感情をどのようにコントロールするかが、まあ、勝負の分かれ目かなと私は見ております。佐々木はまあちょっと怒りですよね、でも一方で遠藤はそれだけじゃないようにも見えるんですよ。だからそこ、その感情がどうなのかっていうのはちょっと私知りたいですよね。試合前の V を見る限りだと明らかに佐々木選手と遠藤選手感情にコントラストがありますよね、うん、違いがありますよね、はい、
あの遠藤選手はもう佐々木選手を自分があの卒業することでもう一段階上に上がりたいんだと、やっぱり佐々木選手と一緒にいる限り自分はなんかまだまだ一人でやっていける自信がないからというふうに言ってるんですね。だから決して佐々木選手を恨んでいるとか嫌っているっていうことではないと思うんですよね。ちょっとある意味なんか弱気とも取れるような発言ですね。そうなんですよ。だからもともと自分は気も弱いし人前に出るのが好きだった選手じゃないのに、そういった自分を変えるためにも今回完全に佐々木とは決別をしたいと。お、それが佐々木大輔からの卒業と。そうなんですよ。佐々木が自分にメッキを乗っていたことなんて自分は100も承知なんだと。そのまとめシューティングスター、やっぱり簡単には決めさせませんね、お互い。読んでましたね、完全に。まあ、ある意味育ての親のようなもんですからね。どうでしょうか。さあ来るのか佐々木大輔、だが行かせない。どう、グランチェンしたら今度は佐々木大輔が場外へ。そこにフランチャーではない、まさか行くのか。いや、ちょっと足行きました。足行った。これはそれを逃さない、佐々木大輔が逃さない。これは外れない、足が外れない。これは食らいたくないですよ。危ない危ない危ない、スクー、逃げられない。ロープだろ、おい、エースだ、しっかり。いや、逃さないですね、ああいうのは。全く体が回らない状態で食らってますからね。今空中戦だと遠藤が有利だってちょっと思ったところあるじゃないですか。それを呼ばれてましたよね、完全に逆手に取りました。まあ、いわゆるその体操選手出身で井口浩太に憧れて、はい、この DDT に入った遠藤哲也を持ち味の一つ変えたのは、あっと、あれ、フェリップさすがにね。あらららら、あ、しかし今遠藤選手、レフェリーのスライドですね。はい、ほとんど、いや、また別のとこから、また別のスライド。ちょっとこれは、あっと、あいや、堂々と使っていきました、はい、返しました。いや、これ難しいですよね。ビッグマッチのメインイベントのタイトルマッチでレフリーはちょっと止めづらいんですよね。で、またあのセコンドの数が圧倒的に遠藤側、佐々木側で違うので、はい、まあ、場外での反則に関しては、ね、レフリーもなかなかどこまで取るかっていうのはね、非常に難しいところではあります。まあ、当然佐々木選手はね、自分の得意なハードコアの土壌というのを隙あらば持ち込んでこようとはしてるでしょうね。そうですね、持ち味はもう違いますからね、明らかに。ただ遠藤は遠藤でこの4年間で吸収しているものもあります、当然。まあ、佐々木選手は哲也の考えていることなんか技から何から全部お見通しだと言ってますけど、当然それだけではない遠藤哲也の。でもまさに今は本当にそうですよね。そうでしたね、はい、いや、あの選手の立場でいうと、ここで空中戦に行こうとするのはもうすごく分かる点で、だけどそれを完全にもう読まれてたっていう。いや、これは悔しいところもありますよね。確かに4年前のね、ダムネーション電撃加入の遠藤哲也、その進化っぷりというか変化っぷりっていうのは目を見張るものがありましたし、環境が変わればユニットが変われば、ここまで人は変われるのかと、まあ、遠藤哲也それを証明しましたけども、そうですね。でもそれはやはりカリスマ佐々木大輔がいたからこそ。いや、そうなんですよ。それは多分遠藤選手自身も十分分かっているんだけれども、もうでもこれ以上佐々木に頼ったらいけないんだっていうね、意識もあったんじゃないでしょうかね。ああ、こういうことですよ。いや、これがありますよ、これがありますよ。これはね、遠藤側は多いですから。はい、ちょっとダムアヤスとリアルダムネーションではね、もう数的にはどうなる。ちょっと待ってください、止まりました。今遠藤止まりました。ああ、いや、これ自力で、あ、落としましたよ、これ場外。ここから遠藤が行くのか。遠藤スペシャル、ハクハク、綺麗な声が飛んできましたね。これが持ち味ですよね、遠藤選手。飛んで着地するんですよね、場外。そうですね。でもその着地するのが今日はこの膝の痛み、はい、さらに強めてしまったかもしれません、はい、ただどうしてもやっぱりそれは自分にとってはこうやってきてあった、やりたかった、やらざるを得なかった、まあ、ある意味捨て身の一発だったかもしれませんね、はい、遠藤昔ね、まあ、ダムネーション入る前の話なんですけども、場外ダイブした時にちょっと怪我をしてしまったことがあるんですよね、はい、そういう積み重ねで今の遠藤の、あのフォームがっていうのが出来上がってるんですよね。
で普通そういうことがあると思うけど、飛びたくないとね、思ってしまう。そうなんですよ、ちょっと控えようと思ったりするんですけど、遠藤はそうじゃなく、なるほど、体力を加えてきたっていう。エルボードロップを一発で飛んで、カウントはワンです。でも結果的にですね、あの佐々木を倒すには、あのもう佐々木って破壊願望の塊じゃないですか、破壊しなきゃいけないんでしょうね。破壊しなきゃいけないですかね。だからそのためらいですよね、遠藤。破壊できるほどね。だからそこまで別に、はい、佐々木選手は遠藤選手を憎んでる、怒ってるけれど、はい、遠藤は別に佐々木に対してそこまでの憎しみということではない。そうだから破壊まで持っていけるかどうかですね。佐々木は破壊する気満々。なるほど。遠藤がそこまで非常に慣れるかですね。ここもう一つの勝負の分かれ目かもしれないですね。今は佐々木 の, あの足攻めがあることで今こういう展開になってますよね。さあボディースラム連発からまだ行く。まだ行きますね。さあこの連発が何につながるか、巻き込んでサイドヘッドロック、グラウンドで持っていきます。いや遠藤ね、ここまでの試合運びに関してはダーティファイトはやってないんですよね。そうです。セコンドの介入こそあったものの、本人はこういうオーソドックスな技で今組み立ててますよね。これが何を意味するのか。ヘッドロックを決められながら佐々木はフォールを狙ってくる。これは当然2で返していきます。遠藤哲也チャンピオンです。これは遠藤選手もやはり戦いの中でかなり、まあ、頭脳をフル回転させて、そうです、ね、思いのほかちょっと膝ちょっとダメであるかもしれないですね。あ、そうですか。はい、表情からはね、それを伺えないですけど、いや出さないでしょう、それは。佐々木大輔は本当に経験豊かな、まあ、日本のみならず、まあ、海外のねリングも経験してる男ですから、いや非常に本当視野が広い選手ですよ、佐々木大輔。だから遠藤選手は怖さも嫌というほど知ってますからね、絶対に油断だけはできません。まあ、グーは反則なんですけど、レフェリー止めないともう完全に決めつけてますよね、佐々木。で実際その通りなんですよ。さあノブが体を張ります、はい、もうこれはでもダムネーション、ダムハウスとしてはこれをもうベースとして今日は戦おうと、この数的有利な状況を味方につけようということか、はい、これはチャンピオンの遠藤哲也も了承の上なんでしょうかね。いやどうでしょう、それはちょっと正直わからないですね。だからその、まあ、まあ三田さんのお話ですと、カリスマを超えたいと、はい、勝ちたいということにこのセコンドの介入が加わることがそれなのかというのは、そうですね、遠藤っぽいかどうかわからないです。またあこれノブが、あ山手選手で風に無前ですよね。でもね、そうなんですよ、佐々木大輔には山戸ひろししかいないんですよ。はい、いやでもちょっと遠藤のあの表情が気になりますね。どういう目で見てるのか。ボコボコにされています。だってもうね、シーマまでいますからね。そうですね、ダムハーツ全員だとすると、ね、はい、まあ、でもね、あのストロングハーツの方は積極的に、まあ、この乱闘に加わるようには見えません。そうですね、いわゆるダムネーションのメンバーですよね。ちょっとこの辺の人間模様も、でもやっぱり山田選手だけではね、どうしても椅子だ、あえて椅子を遠藤選手、そうですね、でもエルリーナマンがですね、松井レフリーの注意を引いています。はい、これはチャンスとなりました。いや、もう返した。てめえ邪魔すんじゃねえぞ、第一の勝負、手出すんじゃねえ。でも一方佐々木はそうですよ。いや佐々木はできるんですよ、これが今状況が整ってないだけで、まあ、佐々木選手はですね、1人だろうが5人だろうが10人だろうが自分の生き方は変えません。はい、さあなんだ佐々木大輔、ここから何をするんだ。うわーと、うわーと、佐々木大輔が普段見せない技の一つですね、トペコンヒーローになるんですかね。トップコーナーから場外へのコンヒーロー、はい、
まあ、メキシコ経験も長いですからね、はい、そもそもプロレスラーになるために18歳の時に単身メキシコに渡ってる男ですから、はい、いやでもこれ遠藤あまり見たことない技の一つだと思いますよ、佐々木の。いやこれはね、佐々木大輔の歴史積み上げてきたものというものが一つ一つ遠藤に襲いかかり、今ちょっとそしておそらくギア一つ上げましたね。ダウネーションの4年間の中でまだ遠藤に授けてない佐々木大輔カリスマの奥義というものはまだまだあるはずです。いやでも感情やっぱりこの辺ちゃんと見えてるんですよね、コントロールできてますね。もう遠藤選手がああいったことでダムネーションはもう一切手が出せなくなりましたからね。ひょっとしたらこの状況を読んでた可能性すらあります、はい、遠藤はそういうやつだっていう、その遠藤選手の順調さすらもてあされる可能性があります、はい、理由を全然しますよ、その時は、まあ、その順調さに、まあ、ある意味上からメッキをかけたのが、あこれは佐々木大輔なのかもしれません。得意技です。これはちょっと流れ持っていく、エンドは食らいたくない。ああそれだ、さすがに打たせません。さすがに分かってますね、ここは。となると今日はもう遠藤哲也、ピュアな遠藤哲也でカリスマ佐々木大輔に対抗しようというのか、上回ろうというのか、ダムネーションの遠藤ではない一人のプロレスラー遠藤哲也として、まあもちろんダムネーションのメンバーは良かれと思ってやったんでしょうけど、はい、遠藤選手はそれで勝っても、きっと嬉しくないだろうっていうことに自分が気がついたんでしょうね。そうですね、ちょっと遠藤の心の動きもすごくちょっと今この試合で動いてます。そうですね、どう勝ちたいのかもうちょっと問われてくると思います。もともとはもう人間的な性格から言ったら全然違いますからね、まあ、そうなんです、カリスマと、ね、遠藤選手、はい、佐々木がこの子に及んでも利用するものは全部利用する。いやもう破壊衝動はある意味自分にまで及びますからね、はい、ただ佐々木もやっぱりこの試合に負けるようだとちょっと今後のことっていう、そうです、ね、これ私結構本気じゃないかと思ってますよ。メクドロキック、引退を口にするような素振りもしてましたね、はい、高校ラグビータックルです。はい、あの辺のね、石のスピードやはりありますね。ありますね。そうですね、はい、佐々木ですよね、負けたら引退みたいなことは確かに口にしていましたが、まあ、佐々木のことだからどこまで本気か皆さん分かってないかもしれないけど、私はちょっと本気のテンションに聞こえています。ヒットマンダイビングエンドロープはかわされた、かわされた、ね、これは逆に読まれたかな。そこにオーバーヘッド、これも読まれる、トラシック、おかわしたかわした、ならば掴んで逆さ押さえ込みはフェイントに使う、そこからカナディアンデストロイヤー、あちょっと今のはいい流れが持っていく、ロープに振って徹夜インザスカイは読んでいた、いやいやいや、これもだ、ミステカ式のクロスフェースを、おいや切り返しました、切り返しました、佐々木がパイプライドを切り返しましたね。ちょっと技の名前は分からないですけど、佐々木大輔が今行きました、あの振り子の勢いで、はい、読み切ってもうフォークを狙ったのでしょうか、遠藤哲也、その落とす瞬間に上半身をスイングさせて、はい、タイムドライバー、はい、力の流れを変えていきましたね、はい、そういうこともできるんだというところをね、はい、メキシコ系の選手がね、まあ、よく使うあの、スリの、お立った、いや技自体は使わないんですけど、こういう力の使い方はします。いや当然負けてらんない、いや聞いてるはずなんですよ、聞いてるはずなんですけど、お勝負どころと見ましたかね。さあ気持ちを出してくる、いやでも押してるのは、いや押してるのは前行ってます佐々木は、知らぬうちに遠藤が後ろに下がっていた、はい、ハンスペースで捉えた、いやこれも読めたな、ここで穴を張っていたクリップラックのスペース、まあやってくることなんか全部お見通しってのはこういうことなんです、まさにそうですね、ゲーム
いや、佐々木大介はね、この若さでやっぱ特進級のプロレスの多さを持ってますからね、ポイントはね、確実に取ってますね、ポイントポイント、抑えるべきポイント。戻していく、あ、抜けた、ここは抜けた、ならば、さあ来るか、遠藤にも、遠藤にもサブミッションあるぞ、ゆりかもめ。ちょっと遠藤も気づきましたかね、身体能力をぶつけていけば、まあ、持っていけるということにちょっと気づいたかもしれないですね。いや、身体能力は遠藤選手、はい、抜群です、トップクラスです、はいはい、まあ、元々ね、体操選手として、まあ、青春時代を送っていただけに、はい、元から持っている跳躍力、はい、バレバレ天才的でした。いや、まだいか、でも DDT でプロレスラーになってみる、それだけではトップになれないということを嫌というほど遠藤は味わったわけです。だから、佐々木選手が遠藤選手のことをプロレスやってない時間の人間がつまらないんだっていう言い方をしてたんですけれども、逆に遠藤選手はプロレスやってない時間の全てをプロレスのために当ててるわけじゃないですか、トレーニングから食事から。おー、すごい、身体能力まさにこれです。あそこから持ち上げますからね、はい、駆け引きの部分ではどうしても佐々木なんですけど、ああいう一瞬の身体能力で持っていける技は遠藤有利になってしまいますね。それに気づいちゃいましたね。ああ、これ何でもできますよ、ここから。ああ、でもこれ選択肢が今おゆるゆるとここで間を外していきます。いや、足も痛いはずなんですよ。チャレンジャーのカリスマこと佐々木大輔。さあ、でも何かを狙っている。でも効いてますね、さっきのパワーボムは。エプロンですよ。いや、これも手を取る。いやいや、これは危ないですよ。これはちょっとリストクラッチのマスキュラーボム、最近使ってるやつですよね。はい、お抜けた。おお、ぶつけた。金具の部分、金具ですね、はい、ロープにテンションを与えている金具の部分に今脇腹をヒットさせた。いや、ここもね、エプロンでペディグリー。いや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 、今のはカウント。いや、鉄がね、思いっきり首に振り込みましたね、はい、今もうしかも鋭角に、はい、頭部へそして首へダメージを与えました。リングの一番、まあ、むき出し、硬いところで、一番外側の枠ですよ ね、 すね、はい、全にもう今目がいっています。ゾーンに入っています。近づいてくるだけでダメネーションのセコンドが下がってきましたね、はい、あっとこれ佐々木がですかね。さあ、これ本部席隣のドクターが座っていた、はい、あ、これはもしや、はい、行くつもりですかね、鉄柱から。あ、いや、エルボー外したということは狙ってるってことですよね。これは本人も捨て身ですね、はい、結構距離ありますよ。佐々木、こういうギャンブルはね、本当好きなんですよね、試合中に。ギャンブルですね、うん。佐々木大介、狙いは一つ、ハードコアダイビング。すげえ音しましたね。むちゃくちゃです、はい、でもこれが佐々木大介をある意味一番象徴している技かもしれません、はい、捨て身であり、こうギャンブルでありね、後先を考えない、はい、本当に佐々木選手そのものと言って、はい、いや、あれなんかもう自分へのダメージあるから、本当にやってみると分かんないんですよ、相手に与えるダメージと自分の受けるダメージがどっちが強いかなんて。しかもここは何回か言いますが、避けられた時のリスクは半端ではありません、それでもこの技を選ぶんですよね。今日はギャンブルに勝ちました、はい、あとは本当の本当、最後のベッドを決めるだけです。さっきはかわされたが、もう一度かける、このダイビングエルボードロップにかける。あ、当たった、うん、当たった、いや、あ、痛い、でもダメージが、いや、けど当たりはバッチリってことですよ。固めた、いや、狙ってんだよな、いや、狙ってんだよな、いや、狙ってんだよ、この返してくるところまでね。さあ、かかり具合はどうか。さあ、ダムハーツ、ダムネーションのセコンドが色めき立ちます。あ、リンダマンがノブも入ってくる。いや、これは遠藤は来るなっていう話ですけど、いや、佐々木ちょっと警戒して解けましたね、さすがに。それを、お、いや、いやいやいや、あ、まとめて、お、いや、ヤマトを呼んだ。いや、この瞬間を待っていたとばかりに、にやりと笑った佐々木大輔。笑ってる、レフェリーは見ていない。お、かわし、
や逆にこれどうだ、まあ、いやその椅子を使えますかね遠藤選手は、うん、ポーリーが入ってきた、ポーリー、いやいやいや、あいポーリーが止めた、どうしてポーリーダメだと、ダメだと、ポーリー、いやポーリーがなんだ、どういうこと、やっぱりということはポーリー、飼い主とペットの絆はまだ残っていたということ、ポーリーが青コーナーサイドに、あポーリーが青コーナーに来たということは、いやポーリー、やっぱりやっぱり飼い主、飼い主と認めているのは佐々木選手だったんですね、そうですよ、ポーリーはねカリスマのペットですから、そうなんですよ、ついでに言えない石川選手もペットですからね、そうでした、ウォーネバー、あしかしレフリーが、そうですね、あそうなんですよ、いやでももう関係ないかもしれません、あそうですね、痛めつけられればもうそれでいい、ま、徹底的に痛めつけて、あとはレフリーが戻ってくれば、まあ、このまま動かなければいいわけですからね、あ大和博士が松井レフリーをリングラインに入れました、さあギブアップ、ギブアップを取ると松井レフリーに命令する、佐々木大輔、ポーリーが裏切ったっていうのも精神的に結構きついとは思います、そうですね、佐々木狙ってたとしたらもっと恐ろしいですね、でまたこういう状況になっても遠藤哲也が手を出すなと言ってる以上はダマーツの連中は何もできません、そうですね、出しかけはしましたけど出せてはないですね、いやこれあれや決まってますかね、決まってますか、これ決まってますよ、十分ですよこれ、さあサードロープ、心を持ち直すのがまず大事ですかね、いや今もう精神的に圧倒的に有利ですよね、佐々木選手、いや何か大和ヒロシとポーリーになっただけでぐっと何か、まあ、1人増えただけとはいえカリスマ陣営に厚みが出ました、そして何かまだ数的有利にもかかわらず遠藤派のダムネーションの方に不穏な空気、これは、ね、頼りなさというものが出てきた、さあこれは7式のペディグリーを狙う、それを返して肩車、いやこれは肩よか、肩よか、いやいやいや、あーさすがおっと危ない、出るか佐々木式、いやいや、あーこらえた、こらえて、こらえたまーまーまー、これですよ遠藤のね勝機といえばここですよね、そのまま一気に行く、トーチャーラック、遠藤の畳み掛け、さあどうだ、決まるか決まるか、チャンピオン防衛か、カウントは2、結果的にレフェリーのダメージもちょっと残ってましたね、そうですね、松井さんも少し今クラスに入るのがくれましたね、でも遠藤のターンですね、お、さあそうです、遠藤哲也にはこれが残っています、まさに至高のシューティング、膝です、膝だが剣山のカリスマも、はい、いや膝を押さえて、そうですね、ちょっと顔歪めましたね、まあでもダメージ、ミスティカスキークリップラークロスフェイス、これ本当に絶望的な気分になります、このチャンスを絶対に逃しません、はい、リング真ん中ですよ、はい、チャレンジャーの佐々木大輔、いやでもエンドこれは長いとまずいって絞る、ここ絞る、力出しますね、ここ、これ佐々木が絞る、あー回転した、戻す、リング中央、そしてクロス、これオーバーフェイスロック、生かさない、生かさない、潰した、ね、潰した、遠藤が潰した、カウント2、クロスオーバーには生かせませんでした、あれ入ったもう一度、もう一度、あー、徹夜インザスカイ、いやでも、みんな食べてましたかね、これはいけないですね、遠藤はカバーに行く、カウント2、こうなるとどうだ、最後の一手を、はい、まあ、遠藤としたらあとはシューティングスターに確実に持っていきたい、ね、さあこのリストクラッチ、さらにはハーフネルソン、これは打たせない、バックエルボーだが、それを強引に持っていくか、遠藤外れてしまいました、クラッチが外れてしまいました、まだ膝が痛む、ナックル、いやいやでも打てるんですよ、打てるんですよ、ためらえはない、これが佐々木の強さです、でもエンドはエルボー、そうです、そうなんですよ、ここの意識の違いあるかもしれないですね、
遠藤はエルボーです、ね、はい、佐々木はもう躊躇なくなってる。なんこれやー、負けんな。あー、ドンピシャ、距離感もドンピシャ。さあ、それを引き込むか、引き倒すか、カリスマ。いや、ここはもう一発だ。見えないところから来ました。いや、でもこれもうグラウンド行ったら結構厳しいっていうのは分かってますね、遠藤も。ここだけは踏ん張りたい。ヘッドバット、遠藤哲也ヘッドバット。もうチャンピオンなりふり構わぬヘッドバット。オーバーヘッドキック。もうがむしゃらに必死に行きます。チャンピオンが行く。3度目のトライ。何を狙う。ハーフネルソンから。あ、これはこの変形の。時間などつかというと佐々木、佐々木。いや、でもちょっと意識は怪しいですかね。首めり込んでる感じでしたからね。あ、ちょっと取ってました。正カウントは必死だったが、これは確実にチャンピオンの流れ。あとは決めるしかない。おこれは何か、これハグですかのように見えますか。そしてヘッドバット。お別れのハグですね。ここでカリスマを超えるか、4年の生産をするか、見せるか。シューティングスタープレス。いや、完璧です。カウント3。第75代 KOD 無差別級王者、第75代王者3度目の防衛に成功です。